これで廃止しました。あ、来た来た。あ、すごい。はい。これ今リツイートされ、あ、リツイートじゃない、ツイートされてる。こんばんは。こんばんは。今日はちょっとね、スペシャルゲストのね、ニーのクー君されてない。やっぱ自分でしないといけない。ちょっと待って、じゃあ自分でツイートする。お願いします。あ、こんばんは、こんばんは。ちょっと待って。なんでこうなったって、これちょっと待って。X せずするから。X せず、X せずだっけ今。今本当にこんばんは。されてるっぽいです。されてる、どっちだ。ちょっと待って。X せずされてんの。されてますね、これ X。X せずされてる。されてる。時代早いなこれ。X こんばんは、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 クーさん。あ、こんばんは。X せずされてんの。X せず。画面強すぎる。X せず。ああ、でもされてる、あ、されてんのか。されてんのか。皆さんこんばんは。こんばんは。クーです。はい。あ、されてた。X せずされてました。兄弟みたい。それお前らいつも言うよな。お茶ばっかりありがとうございます。ああ、前これ前ありがとうございます。はい、こんばんは。まあこれお茶爆どうするかとか全然俺そんな決めてなかったわ。なんかおるわ。こうやってお茶爆って投げせん。あ、投げせん。なんかおるわ。やった。こんばんは。うん。こんばんは。今から初めてリスカしてみようと思います。まあリスカもね、浅いとか深い関係ないんでね。はい、こんばんは。はい。ね、そんな深くやれば偉いとかそんなないんで。はい。うん、本当そうなんで。どっちが兄やって、俺が弟だろ。ああ、そっちか。おろしをごったあげて。おろなみしちゃうけど。そうだ。前大輝が勝手にオナミン C は誰ですかって、誰に言ってんの。俺に言ってんの。誰ですかって、誰が誰に言ってんだよ。俺に言ってんのかお前。クー君もっと売れたらこいつ絡まない方がいいぞ。配信前にそれはもう伝えてあります。大丈夫です。ディープな話し千葉に熱い。こんばんは。お友達ですか。あ、これ多分今大体うちのファンでね、2位のことを知らない人にもね、ちょっとね、僕はちゃんと普及したいです。いや、もうこんばんは。ちょっと待って、まあお友達というか、ちょっとそれはそれでお友達紹介するので、はい。なんだっけな、ちょっと待って、いろんな会話がちょっとね、いろいろあって、なんだっけ、はるばると千葉ニューへようこそ、三男のゆうのすけを呼べや、あ、そのゆうか、ベースのね、一瞬ゆうくんが、あえて今日はゆうはね、呼んでない、あえて、そう、前も言ったけど、息子じゃねえよ。こんばんは。あれ、ちょっともういろんなちょっと話題がとっちらかっちゃって、さっきなんか気になったわ。ことを言いたかったんだけど、なんかもう頭がパニックになるなこれな。絵がやっぱね、いいですね。またこれね、うん、いいですね、新鮮で。一瞬小山田そういうにおめでとう。既婚者ですかって関係ねえだろ。なんだそれ、既婚者なわけねえだろ。既婚者に見えるか。確かに。な、全然既婚しない。何歳差？だからクーが24で。のこがこんばんは。うん、こいつら本当彼女とか既婚者とかでいきなり聞いてるからね。適当でいいから。適当にじゃあ。はい、お茶ばかりだ。そうだ。14歳差ってことか。俺38だから。38。クー君に、そう20、あ、14歳差か。14歳差か。だから前あったベーシストのうちの子、ゆうくん、そう、あれが1歳差なんだよね。あ、そっか、そうです。こんばんは、こんばんは。はい、同い年だ。何が、あ、お前がってことか。どっちの意味で同い年かわかんないけど。まあ、のこさん若すぎて14歳も差があるように見えないってね。いやー、ありがとうございます。みさことは30歳ということだよ。あ、かおちゃんもなんかリツイートしましたけど。かおちゃんが。かおちゃんも。こんばんは。俺ね、今日はね、なんだろうね、今日は。まあちょっと見えないクーがゆうのすけに似てるね。今日は僕前回の配信でもツイキャスでも言ったんだけど、サムネが小山田宗平だと思ったんだ。そんな、まあちょっと確かに宗平君にちょっと似てる感じはあるけど、雰囲気そう、宗平君はあれ福岡ですよ。福岡からわざわざ飛行機でお前このために来るわけねえだろ。配信のためにさ。こんばんは。うん、そうそうそう。雰囲気、まあバンドマンってけど雰囲気ちょっと俺も兄弟とか言われたけど、ゆうもそうだけど、ゆうのすけもね、くうくんもそうだけどさ、バンドマンって結構やっぱみんな、そえくんもなんかみんな似てるとこあるっしょ。ね、確かに。そうそうそう、髪型が似てる。くうがちょっとかまってちゃんの対バンで2位知って、今度2位のワンマン行きます。あ、だからこういうの俺はだから2位を普及していきたい。今日も僕はもうかまってちゃんの良さを完全に俺も、あ、よろしくお願いします。僕らちょっとオワコン気味なんで、やっぱ兄さんにね、そう兄さんにちょっとそこは兄さんに、はい、細身同士だからな、気も合うのかな。今日歌うのですか。あ、今日ちょっと歌コーナーもちょっとだけねあります。ニーのファンです、今度はかまっちゃんのワンマン行きたいです。あ、もうこういうね、お互いトグがあるっていう、お互いトグがあるね、ありがとうございます。お互いトグがあるお互いトグがある配信にしたいね。しましょういや、ビジネスパートナー、ビジネスパートナーいや、ちょっとなんか俺も変な緊張というか、まあ配信はやっぱ普段から、まあ、歌コーナーもちょっとあと、そのなんか配信ってやっぱ普段から緊張するんだけど、またちょっとね気まずさが、いや気まずくないだって俺今日だって夕方4時にさね、夕方4時に駅で待ち合わせして、そこからもう1時間半ぐらい、1時間2時間ぐらい俺もう結構ディープな話しまくったんだ。めっちゃディープな話をしまくったんだよ。うん。対バン行って辛い時みんな感じは疲れた感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。兄さんのカメラに前のめり可愛い。ゲストをちょっとそうゲスト紹介だから俺は新生かなちゃんのファン、うちのファン、それでもね2位のこととかねまだわかんないけど、さっき誰だこいつとか、ソフェイかこいつとかなんかコメントがあったんで、あとでちょっと紹介は改めてします。この後ご飯行くのかね。いやそんなこともね、ちょっと待って、いろんなちょっと細かい、まずじゃあさっきのちょっとね時を戻そう。時をかまっちゃんもニーも好きだからうちありがとうございます。どっちも大好きありがとうございます。いやこんなことめったにないよ。もう家にいるのが今意味わかんないです。意味がわかんない。そう、それは僕が導いたんですけど、まあその説明もちょっとします。時を戻そう、ペコパ振るって、ペコパ古くないでしょ、ナウイでしょ。はい、ナウイよ。うん、クー君豆乳飲む。うるせえんでしょ、話させろ。あ、じゃあだから配信するとまたねこれの面白いじゃん、みんなで話す。そう俺らも別にさ1時間2時間ぐらいちょっと話したぐらいで、あれよ、ほんとプライベートでそれライブ対バンしてるけど、その時は別にねがっつり話したわけでも当然なく、打ち上げとかもしないし、どんな話したの言えるか。ディープな話なんだから、だいぶディープな話。だから1時間2時間だから、さっきだからプライベートでちゃんと、むしろちゃんと会ったのって本当ある意味ね、さっき2時間前が初めて。こんばんは。んでちょっと1時間2時間話して、うるせえよ探ってくんなゴシップ話とか。台湾の時ライブ終わってから時間なかったんで、そう打ち上げとか、そう、うん、気になるやんって、気になるから気になってろうるせえな、いろいろやん。秘密。冷蔵庫見てみって書いてあったんですけど、冷蔵庫クークうるせえ、冷蔵庫見てみって何が、僕の冷蔵庫どうかしたんですか。なんか冷蔵庫中身ね。中身別に見てもいいですけど、そんな冷蔵庫じゃ中身あれ豆乳とかがあるだけで、余計なこと言う。じゃあ対バン見たいです、見たいですああそうそんな余計なこと振るなよ。うん、リンゴジュースとそう豆乳とかドリンクいっぱいでしょ。ドリンクしかない。兄さんとお呼びしたりですか。違います。だからちゃんとレディース&ジェントルメンってね、一回ねクーのことをはけた後レディース&ジェントルメンって紹介するから、ちょっと待って、それ後で。そう本題は何の本題もこうもクソもないんだけど、配信なんて適当にやるのが一番いいからそんなノリでやろうぜって俺もさ言ったから、クーは一回はけるの、はけてレコーレディース&ジェントルメンってね、クーくんって、うん、飲んでね俺車だから、うん、俺は今日は飲まない。飲みたいけど、酒飲みたいけど俺は今日は飲みませんけど、クーは飲んでる。あ、俺今いただいてます。そう、あ、まあいやちょっと待って、ニーって膝ってうるせえな、ちょっと俺さのごちゃん今日元気。あ、今日は元気。俺昨日本当にね、俺またこれね仕事、さっきも言ったんだけど俺ちょっとプライベートな話なんですけども、昨日ちょっと病んじゃってさ、俺夜結構病んでさ、そう結構病んじゃって、なんかちょっとダウナーいっちゃって、まあそれも別に原因があったわけじゃないんだけど、うん、米なんでまあとりあえずなんかそう病んじゃってさ、うん、そうダウナー入っちゃって、これそれも原因があるとかじゃないと思うんだけど、いつも通りね。病んだ時は配信なんかできないよ。配信スタートボタン押せないもん。今日会えてよかった。だから明日大丈夫かなと思って、昨日もあんま寝れなかったしさ、そう今はまだね、今日はまだそうです。あ、精神赤と。なんか、そのこっちも、うん。なんとかしなければ大丈夫。そうか、今日落ち着いてるね。落ち着いてるのは、まあまあ、さっきもわかんないけど、まあちょっと一応、いろんな緊張もあるし。なんとか、今日回復。緊張、タイミングがあって、元気があって。にってねえだと思ったら、ねえじゃねえよ。にーだよ、バカ野郎。ねえとも読めるけど、これ。今日は元気。今日はまだなんか、これから皆さんとね、クー君ともちょっと話して元気になったし、やっぱ刺激があるから、やっぱツイキャスもそうだし、配信もそうだし、お前らと話すのも刺激になるから、まあ、いつも通りちょっとずつちょっと元気になっていくと思います。はい。まあちょっとまあそんな感じでのこたんは。はい。まあバンド、スターレンジステイスワッチャーです。あ、まあまあ、バンプの藤君も呼んでる。のこさん今日早口。いつも早口なバカなこの野郎、本当には。暑くないの。暑くない、寒い。むしろ寒くない逆におはよう。暑いし、ね。暑い。ハートが熱いって言ったものさっき。もう、のこさん配信アラート。はい、こういうの、あ、そうですね、のこさん、多分ね、ニーのね、ファンの方もね、そう、クー君のこういう姿っていうのは、かなり新鮮だと思うから、確かにそんなにさっき話聞いたら、のこ、後頭部、減ったあのさ、後頭部さ、映してねえだろ、バカ野郎、お前。なあ、こんな僻地の団地によく来たな。いやでもやっぱクー君はさ、お前らも俺の団地見たことあると思うけどさ、ね、かっけえって言ってくれて、この団地エモいって夏にすごいあってた。うん、夏にすごいあって、そう、お前らもそう階段狭かったって、お前そうだから階段狭かったろ、うん、階段狭かったでしょ。なんか、いや俺が今でもこういうとこ住んでるってのがやっぱエモいって、お前らも見たことあんじゃん。あ、これはなんちょっと、うん、クー君どこ住みとか言うわけねえだろそういうのはちゃんと俺は配信前に気をつけてねってちゃんと言ってあります言ってありますよ。僕はこんばんは。耳をさん、セミは大丈夫でしょ。はい。のこさん色白い。僕あれ、これあれだよ、あれ体温計じゃなくてなんだっけ、日焼け止めのな、ダメだよ。電波なくてビビった。うちでちょっと電波ないんだよ。こんばんは。そう、日焼け止めだ。うんどっちもかい。そう、俺日焼け止め塗ってるから、ちょっとね、俺だけ化粧してみたいな。クー君はなんかそういうのもうなんもないよね。なんもないです。そう、何も日焼け止めも塗ってなくて、もうそう、そんな一切美肌なんか気にしないって、化粧もしないし、そういうスタンスがなんかわかる。ギャッツビーのなんだっけ、スースーするやつ。うん、鼻筋が似てる。あ、ギャッツビーのスースーするやつ。あれをやってます。じゃあスーくんじゃん。あ、なんだ今はクーくん。ごめんね、こんな感じなんです。僕配信中もうこんな感じでね、もう見てましたからね。だから巻き込まれるとこんな感じなんです。めんどくさい感じなんです。そう、見てる分にはいいんだけど、こうやってお前らも隣にいたらこんな感じ、めんどくさいことになっからねいや俺今日スーくんでいきます。あ、いやクーくん俺さ、だからプライベートでこうやって会ったのって初めてで、だからさっき会ったばっかだから本当にまだそんな喋ってなくて、そうだから俺クーって呼び合うのかクーくんってどっちも言ってんだよ。でもクーってやっぱクー普段なんて呼ばれてる？クーか本名のクラマ。うん、クラ本名クラマ。あ、上名字、下の名前が下がクラマなの。そうなんですよ。うわ、悠々白書じゃ聞いたことない。漢字も一緒です。悠々白と一緒なんだ。そうなんですよ。クラマってなっちゃうとちょっとな、ちょっと悠々白書やん。そう、悠々白の感じになっちゃうから、うん、そう、いやクラマもいいけど、うん、嬉しいな、かっこいい。ちょっと、いやかっこいいね。いやかっこいいね。下の名前はクラマって。そうなんだ。クーってうちの猫と同じ名前です確かに猫の名前とかにつけそう。僕はじゃあクーって呼ぼう。まあうちのゆうのすけのこともゆうって呼んでるし、そう、板倉クラマかっこいいです。何？誘白、まあ誘白からちげえやばかよ。なんでクーの親がさ、誘白書好きで、そういうことじゃねえよ。そういうことじゃねえ。誘白からじゃねえよ。じゃあのこがヒエ、あ、そうです。僕がヒエでいいですよ。はい。こんな感じ。おもろすぎる。いやコメント欄おもろいな。ゆうくんと配信してるみたい。あ、だからそう、俺さっき言おうとしたのは、そうゆうも呼ぼうと思ったの。俺最初はうちのさベースしたそうゆうも呼ぼうと思ったの最初は。それ先週の配信、俺、ね、個人配信でもさ言ったじゃん。そう、ゆうもうちのね、ゆう23歳のね、23歳のゆうも呼ぼうとしたの。そう、クーは24歳だから、なんかゆうもここにいたら面白いんじゃねえかなって、なんかある意味そう俺は思ったの。なんか、あ、そう思ったの。この3兄弟、まあわかんないけど、なんかわかんないけどそう、なんかなんかいろいろな、なんかわかんない、どんなマジックになるんだろうって。そうそうそう、ここにまたゆうのすけいたら。でも僕はね、けどね、今回やっぱ食うから、そうそうそう、クラマって呼ばれるのゆうひさんしか許してないんじゃないのだって。ああ、まあ確かに許してない。あ、そうなんだそうなんだ。じゃあ俺動画言ったらのこさんはもう当たり前に許しますけどねいやいやいや、そうなんだ、そういうのあるんだ。へえ、ゆうひくんしか許してない。へえ、まあいいや、はい、うん、モノくんもそうだし、ちょっと特にゆうとか3人でって考えたんだけど、やっぱここはやっぱ食うからこうやって来たから、食うからまずLINE ね、 LINE で「飯食いに行けませんか?」って、そう、飯食いに行けませんかってのこさんって、来て、そういった流れもあって、それってやっぱ俺らフロントマン同士じゃん。だからフロントマン同士だから、逆にやっぱここはまあユウも俺は最初入れようかと思ったんだけど、でもフロントマン同士だからこその2人でっていう、なんかそうそうそう、それ言っちゃったらだってさ、かおちゃんとかもそうじゃん。かおちゃんとかも多分今頃キーってなってる感じなってると思う。次にツイートしてた。でもそこはそう、フロントマン同士で、そうそうそう、何のメリットがあるのって、何のメリットがあるとか、なんだってめえ、メリットとかお前そんなこと考えてきてねえバカ野郎、この野郎ら。ああ、メリットってなんだお前、この野郎ら。何のメリットがあるんだ、こんばん。お前、いちいちそんな、いちいち成人かよ。いちいちそんな細かいことよ。違う、メリットだけで生きてる。違う、メリット、なんなの違う、メリットだけで生きてね、バカ野郎。メリットとかじゃねえよ、違う。これは、なんか、違う、俺は逆にね、食うからこうやって来たから、やっぱこれはフロントマン同士がいいのかなとか、勝手に俺も思ったから、差しで。差しがいいかなって。そうですね。そうそうそう。俺も差しで。ああ、でしょ?会いたかったんで。でしょ、だからそれも、そう、だから俺もそれ感じたから、だから俺正解じゃん。いや、もう正解です。そう、そういうこと。だから俺正解じゃん。だから俺もそれ感じたから、だから、そう、ゆうはちょっと読まなかった。うん。そういうこと。うん、そんな感じです。はい。何?なんか2人の距離近くないってないか。近くねえじゃなくて、うちが攻めえんだよ。攻めえんだよ。いつもそうだろ、俺ら年越し配信とか誕生日配信とかやるとき。攻めえだろ、モノくんだってキスそうなるだろ。キス。深い話できるし。また対バンしてほしいです。あ、けどこれはね、俺ね、毎回対バン誘ってって言って、クーは全然言ってくれてる。のこさん、ね、新生かなちゃんとまた会って。いや、マジでやりたいです。本当に。いや、いつでも誘ってよ。いや、もうマジで、僕らができるぐらいのもう実力になってから、すぐ誘います。なってる。なってないです。なってないです。今すぐ呼べ。レジェンドですから。なってる。今、レジェンドの家にいるんで。いや、それはね、それはあれよ。もう呼べるよね。いや、でもさ、新生か、あ、なんかまたちょっと話があれなんですけど、新生かまっちゃんとの出会いは何ですか？そう、対バンしたよ。俺はもう、高校とか中学校3年生の時に出会いました。あ、高校とか中学校3年生の時とか、だから、そう、それもさっきもね、そう言ってたね。その時にかまってちゃんの曲聴いて、めっちゃ救われる部分があって。いやいや、ありがたい、本当に。そんなね、この、何2じゃん、2とかって感じ。私、2人で、次はかまっちゃんファンのこと、連番、ちょっとこれ、若者言葉。ニートっていうのが、まあ、ファンの。ああ、そういうことね。うちで言ったら、鎌倉みたいな。みたいな。うん。次は、連番とかよくわかんないけど、とりあえず、ありがとうございます。オワコン界のレジェンド、あ、私はそうです。ね、新生かまっちゃん、オワコン界のレジェンド。オワコン、まあ、オワコンっていうか、まあ。でもやっぱ、2位に比べたら、全然、俺ら売れてないよ。いや。だってさ、めちゃめちゃ売れてますよ。うん、対バンきっかけで2位聞くようになりました。ほら、でもこれ本当嬉しい、俺も嬉しい。うん。そう、鎌倉優の鎌倉名乗ったことはないまま、いや、一緒に行こうって話してるってことです。ああ、そうなんだ。ありがとうね、ライブね。のこさん、肌白くなったね。そうですね、トマトジュースばっか飲んでるからさ。日比谷野音アーティスト、あ、その2位さ、だから、あれ、日比谷野っていうか、俺、最近さ、大阪、俺らもさ、やった NG フェス。そうですよね。その時来たんだっけ？なんかわかんない。野音じゃなくて、まあいや、普通のツアーの時の、トマトジュース白くなんだよ。ワンマンの時に。あれ、そう、だから2位は大阪野音やったよね。あれ、あれとかキャパとか4000とかじゃない？いや4000はない。あれ4000も3000か3000か3000か。うん、革命前夜なかなか、いやめっちゃいい、めっちゃいいけど2位いっぱいあるよ。ありがとうございます。うん、そう今来た。うん、そう、大阪3000でもワンマンで3000とか結構埋められるレベルではあるんじゃないの、動員。今2位夜音とか前回どうだった？まあそうですね、夜音でワンマンしてね、結構なんか俺もちょっと写真見たけど結構埋まったよね。そうですね、じゃソールドはあ、ほらそうそう、だからだよ、だからうちらもね、俺が売れてた時でZEP東京で3000キャパ、あれをちょっとソールドしたかわかんないけど3000、俺ほんと俺だってマックス3000人ぐらいで、これでも動員。今もっといきますよ。いや今もっといけねえだろ一番売れてた頃がだよ、一番売れてた昔10年前とかが、10年前15年前が俺新生かまっちゃってマックス動員数3200ぐらい、3000とか。うん、でもほんとだよ、これマジで、俺スタッフから聞いた。マジだよ、だから今なんて特にもっといかないよ。いやもっといきますよ。いかないんだよ、いかないんだよ。うん、2位のファンちょっとこれよこせよ。よこしたらそれはね、賄賂みたいなよこしたらそれは埋まるけど、武道館で対マンションだから2位にね、まずね武道館行ってもらってね。そうよこすよ、合わせてドーム。いやでもやっぱ2位はやっぱさ、何連帯して2位いつか対バンツアーしてほしい。あ、したことないの？まだしてないんですよ。あ、したことないんだ。まあそれいつかまたね、その時にも絶対にお誘いします。あ、本当にニーって膝って呼んでいいんですかって、うるせえさっきから、ちげえだろ俺絶対よ、だからスペルちげえじゃねえか。でも一応膝なんですよ、ニーって。何？膝って、あで K を抜いて、でなんか意味合い的に膝にしよう。あ合ってんじゃねえかバカ野郎合ってんじゃねえかこの野郎、合ってんじゃねえかよ、膝じゃねえか、膝だよ、一応膝だよ、そう膝だよ膝ってどこだっけこれ肘じゃなかった？あ、こっちか。これ膝これか。え、あ、そうなの、俺初めて知った。なんで膝？そう、なんでバンド名の由来なんでそれ膝？なんかトウってバンドがいるじゃないですか。あ、いる。そのトウからなんかちょっともじろうぜってなって、つま先の上は。じゃつま先ね。上に行こうってことで、膝にして。そう、トウって日本語にするとつま先だから。そう、トウ好きなんだね。トウ好きなんですよ、インスト。インストね、インストバンド。そう。じゃあ塔の上は膝だから、膝だからなんか塔を超えね、上回ってやるぞみたいな。おうおう、いいねいいねいいね。うん、上回ってやるぞっていう。うん、まあ塔もすごいバンドだからね、マジで。そう、上回ってやるぞって、なるほど、そういう意味だったんだ。うん、すねにしなかったのか。すねちょっと上、まあすねはちょっと上か。すねでもよかった。すねでも、いや2位でよかったと思う2位で。うん、何マイヘアが一番買いってどういうこと？マイヘアが一番買いって何？あ、一番マイじゃあ頭だからか。頭だからマイヘアが一番トップってこと？トップに。そっか、じゃあその上行かないとあれなのか、幽体離脱しないといけないなうん、土踏まずは何が土踏まずだよバカ野郎だからお前話聞いたか、さっきからうるせえな。つむじもまあなしではないんだよ、つむじ。いやでも2位っていいと思う、2位って。うん、2位で食うなんかすごくいいね、韻が踏めるしね。2位で食うつむじ。スカートの曲かまっちゃんっぽいって言われてたし、ああもうライブで聴いて、ああそういうことね、そういうことね。はい、こんばんは。スカートはもう本当にかまっちゃん好きで作った。いや嬉しい、マジで嬉しい。クーってジュースあるよね。クーあ、そうクーはなんで？なんかわかんないです。もう家族から言われ、なんかもう物心つく前に言われてて。そのクラマだからクーって言われて、気がついたらクー。お母さんとか。へえ。クーちゃんみたいな昔から。へえ。まあクラマくんだから、そう。うん。コーダミクは？何言ってんの？コーダミクもクーちゃんって言われてる。あ、そうなんだ。コーダミクもクーなんだ。そうなんですよ。へえ。りょうすけはりょうちゃんでしたからね、昔ね。はい。そっか。はい。かわいいよ、ママがつけたのね。クーちゃん。まあなるほど、そうなんだ。それをそのままね、芸名で言ってるんだね。そうなんですよ。へえ。あ、本当にちょっとね、リンゴジュースのあれとかもあんのかなと思ったけど、そうでもないんだね。実は違う。うん。いやー、ちょっと2人とも目見開いてほしい。似てる。似てる。当たり前だろ。バンドマンなんてもう本当や。バンドマンはね、覇王色があるんだよ。こういう覇王色がみんな選ばれしバンドマンは覇王色があるんだよ。いや、ちょっと今目が乾燥してもうちょっと涙です、ね、これやると涙です。そんなの確かに乾いちゃう。バンドマン界のシャンクスは誰ですか？バンドマン界のシャンクス、片腕まずなくしてないとダメだからね。清志郎さんとか。清志郎さん片腕なくしてねえだろそんなバンドマンいんのかよ。いねえだろ俺そんな漫画家の水木しげるしか知んねえよ、うん、片腕なくしてる人、うん、あの人は戦時中、ゲゲゲの鬼太郎の作者で戦時中ね、うん、そう戦争行ってるからそれで片腕なくしてるけど、 それがいるのかよ。ニーのゴーグル、のこさんニコちゃんサングラスっぽい。ああ、なんかそういうなんか写真で見たことある。なんかああ、でもそれ言ったのは僕の影響なんですか？当たり前です。いやそんなんのこさんのメガネでライブしてるの。メガネ自体全然あげてもいいのに。いっぱいあるから俺。あれ1個1万円する。高っ。そうだよ。高っ。2位のゴーグルはもう売らないんですかって何？ああ、今もう売り切れちゃってて。ああ、そのゴーグルか。なんか中国からこう。ああ、中国から。だからなんか生産ができないみたいな。なるほどね。らしいです。300円しないって書いてある。1万円したことあったよ昔。今は分かんないけど500円だったぞ。いや昔ね、昔は最初500円だったけど、ビレ版でな、そうビレ版で。でもなんか俺5000円とかで買ったことある。1万は嘘だけど、5000円とかで買ったことあるよ僕。ちょ、音楽流すね。ちょっとマイム。ちょ、俺これ音楽うるさかったら言って。音楽。これうるさくないよね。うるさかったら言って。これ BGM。うん。うるさかったら言って。ぼったくられたことあるよ俺。うるさくない？あ、よかった。ちょうどいい。オッケー。ちょうどいい。あ、よかったよかった。はい。いやー、もう売ってないもんね。前も踊ろうぜ。いや、全然、お互い知りませんね。いや、バンドマンなんで。バンドマンって陰キャなんで。前もなんてね、踊んなくなったから。ノイズなくなってよかった。うん。つい1年半ぐらい前にメルカリで2000円くらいで投げ売りされた気がするそれ、ね、俺のってこと。あ、そういうことか。うん。そんなね、ノリがかわいすぎ。38歳でも可愛いね。ありがとう嬉しい。くーくんの印象に残ってる配信は何？それは俺のってこと？俺の配信ってこと？俺がのこさんにじゃないですか。多分そうだよね。だって普段さ、俺さ、だから配信前に話したんだけどさ、そうね、配信を見てたのかな。うん、だから見てる。さ、おはようのことは、そう、今日は2位のクーくんと、レディース・エン・ジェントルまだしてないけど、後ですよね。クーくんは、インスタライブしか普段、たまにしかしてないらしくて。そうなんですよ。そう、こんなん、ツイキャス、ね、こんなん、もうやるなんて、ね。もう何年か、そうだからプロになってから本当初めてですね。そうプロになってからてか俺今これ配信中に聞くのお風呂配信だからお風呂配信見たことあるじゃん。これ配信中にさ僕さ聞くのもあれなんだけどさねえこれってさ事務所とかさ他のメンバーとかさ2位の事務所に許可取ったんか。いやなんかそれ俺さ今聞くのさ今聞くの今聞いてるの俺も撮ったんか覚えてないもん。まあなんとかなるや。もうちょいぐらいです。大丈夫。のこちゃんタイヤパンクした車を持ち上げて帰ればいいじゃん。そう怒られてもいいや。言ってないの？一応マネージャーには。あ、マネージャーに言ってる。あ、よかったよかった。事務所にまあいっか。あ、事務所はマネージャーがよければいいよ。まあ確かに。マネージャー OK だったら大丈夫でしょ。そう。うん、そう。うん、まあ、セカンもそう、なんとかなったしね、大丈夫。でも、すごい前のめり、何が前のめりって何か。前のめりって、コメントここにあるから、ちょっとスマホここにあるから。と事務所 NG かどうかは知りませんがマネージャーが OK なんで大丈夫です。全然大丈夫です。はい。そうクーさんはだから配信インスタライブで3ヶ月に1回やってるって言ってました。まあ3ヶ月に1回ぐらい。マネージャーに責任言ってるから OK。深橋さん昔はさとちゃんともさツイキャスやったけどその時は別に大丈夫だったよ。でもまあ多分さとちゃんは二度とね出てくれないというか、まあ、周りに止められてるからやっぱあの時はちょっとさとちゃんチンコとかなんかいろいろなんかまあ普段言わないことあの人めっちゃ酔っ払って泥酔したからそう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 だから多分さとちゃんとは多分またできることはないんじゃないかな。うん、うん、そうめちゃくちゃ酔ったから酔っ払ってからね。俺も今日酔っ払いたいな。そう酔っ払ってねあのズバズバね言っちゃいけないこと言ってください。うん、いっぱいいます。そんなだから言わない方がいいって。それめちゃめちゃ話したよ。これ配信始まる前に。ニーとかまっちゃんのコラボ曲作りますか？コラボ曲とかそんなんわかんないけど、そんなんさ。あんまりそんなん考えないな。コラボ曲ね。うん。椅子に体育座り飲んでる。KP、そう。僕、乾杯ですよ、乾杯。うん。楽曲提供とかって、楽曲提供はむしろクーはね、俺みたいになんかさ俺みたいに楽曲提供できると思う。俺の子さんにしたいです。俺にしたいって俺にしたい。のこさんからののこさん KP せんのあ僕も KP しますわ。ちょっと待って何ちょごめんねコメントがちょっと多くて。いや俺逆にいや違うけど俺は別にお互いここはいいと思うんだけどいやクーくんも絶対ね俺みたいにねなんだろうなまあアイドルさんでもわかんないけどそういったね他のアーティストさんでも女性アーティストさんとか、うん、VTuber でもなんでもいいんだけど絶対俺できるうんできる。クーくん提供してってか俺クーくんむしろ絶対俺みたいにできる絶対できる、まあやりたいですうん絶対そういう話プロデュースみたいなそうできる絶対できるよ。やりたいですよね。うん絶対できる。これはマジでそうだと思う。なんかそれこそねなんかまあこういうの俺もやってるけど楽曲提供結構やってるけどあとやってるのえのんくんとかもやってんじゃん。ああそうっすね。川谷えのんくんだから川谷えのんくんとか俺もそうだけどやっぱそういう感じで全然できそう。ああやりたいですね。ねうん話ありそうだけどうんクーくんの曲で女性ボーカル似合いそう。今あえて下北とかでやらないのにあえて下北とかで下北か、うん、前結構下北でやってたんですけど女性ボーカル、うん、今はまあたま本当にツアーとかで初日とかでやったりとか、まあ、今ないかなどっちかというとああそうなんだ、うん、のこさんクーさんこんにちはハーパンカンパッテちゃんの曲でカバーするのは何。いやそれちょっとまあ今日はね皆さん途中から来た人弾き語りコーナーも一応用意してるんでそう1回だけリハしたからそれしました、うん、ちょっと僕も完璧じゃないですけどちょっとそれもお楽しみに。はいクーくんも配信してるのかな知ってるっつったんだろこの野郎。インスタライブしてますよ。そうたまに、うん、そうリハ1回だけしたリハしそのコーナーとMV コーナーとかもあります。MV コーナー、MV 紹介コーナーとかもね。いつもパソコンから配信してるから今日。そう。楽しみや。いや、それはだからやっぱね、やっぱこうやって作曲者っていうか、音楽家同士だからできることだからね。のこさんもカバーもする？いや、ちょっとお楽しみに。お楽しみに。盛りだく。対バン決まってからこうやってプライベートで絡むの、そう、楽しみにした。いや、もう、だから初めてよ。でもってさ、ちょっとレディース&ジェントルメンって、ちょっとクーくんの紹介するね。うん、いかんねよ、似たらめ。日当たり楽しみ。うん。に、何の曲がおすすめ？あ、だからそれおすすめとか、まあ、ちょっと、待ってて。ちょっと、そう。アーカイブ残す。うん。そう、事務所、そっちの事務所からね、消せってクレームがあったら、ね、多分消える。俺が止めます。そうはないと思うけどね。まあ、とりあえず、そうとりあえずね今日はねこうやってね新生かまっちゃんファンねリスナーね知らない人いると思うからレディース&ジェントルメンドゥーチーンレディース&ジェントルメンドゥーチーンじゃーん2位のクーさんです。ニーというね若手のバンドのクーさんです。こんばんはそう、若手のバンドのクーさんです。はいはい、今24歳です。24歳です。でもってそうニーってもうほんとイケイケだよ、今若手で。そうそう、若手でイケイケで、もう全然、もうこれからもっと売れていくバンドです。僕はそう思ってます。もっと売れていくバンドです。はい、もっともっとだからね、もっと売れていくバンドだからね、うん、もうこっからね、なんかね、それこそセカワでもさ、ラッドウィンプスでもさ、そんな感じになっていくバンドです、ニーは。うん、かまてちゃんも同じように。かまてちゃんも同じように。そう、俺らも同じように、ちょっとそういった売れたいな。そう。だからちょっとね、なんかそういう、だから、本当に、今こうやって配信ね、できてるのは、本当に、そう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 。何？ラッド好きなんだよねってのが。ラッドウィンプス好きなの。うん。なんかちょっとでもラットなんてもう追い越そうぜ。追い越したいね。追い越そうぜ。マジで追い越したい。でも追い越な、でも本当にそういったね、やっぱね、持ってるしさ、メロディーセンスとかさね、うん、追い越、いや本当にメロディーセンスあるじゃん、にマジで。そう、かまっちゃんのことは忘れないでくれよ。あね、2位が売れた後でもね、もう本当に僕の中でかまってちゃんはもう神なんで。神。俺今めっちゃ緊張してるんですよ。家にいることがもう夢か。嘘でしょ。マジで。まあ今酒いっぱい飲んでるからちょっと酔っ払ってきてるけど。ロッキンラットと同じ日なんだ。あ、そうなんですか。ラットと同じ日ってどういうこと？今日時間近い。なんかラットがロッキンのフェスか。鳥じゃない。鳥か。鳥って言うんですよね。うん。あ、鳥で僕らは昼。あ、じゃあちょっと離れてんだ。離れてんだ。なんだ。ラットね、あれ俺もロケのフェスね、なんか金魚の船出たことあるけど、なんかそう、まあね、楽屋とかね、全然ね、もうどかどかつい込んで挨拶めちゃめちゃ締めくればいいよ。ね、俺はお前を超える男だようじら。ちょっとかましますね、じゃあ。まあここまでかましちゃうとしたらあれかもしれないけど。好きなんでしょ。好きなんでしょ。また配信出てくれますかって早すぎだろお前。早すぎ、それ締めに言え、配信の。うん、まだここからトラウマみたいなこと起こるかもしんないだろうね。クー君のトラウマになるようなことが。また配信出てくれますかってのはもう配信の終わりに言え。出たいっす。うん、いやわかんない。何があるかわかんねえさ。何があるかわかんないよ。何があるでもトラウマだから何あるか。配信もだからこんな感じだから、そう。クー君出現気をつけてね。まあ出現っていうか、まあちょっと、いや特にね、俺とかはさ、襲うってこと、どういうこと？襲うってどういうこと？俺が襲うって何？俺酒飲んでない。だからさ、飲まないってか飲まない。こんばんは。うん、大体1回出たら終わりじゃん。でもまあでもそんなもんだよ。大体そんなもんだよ。大体そんなもんし。クー君酔ったらあかんやつ知らん。まあでも今結構飲んでる。まあ今日はそんな酔っ払わない日なんですよ。酔っ払わない日。でももう結構飲むね、あんた。はい、あんた結構飲むね。酔っ払うとあかんやつですね、一応。ああ、そうなんだ。はい、うん。結構あんた、これも2巻目だよ。うん、2本目。殴り合い前残り1時間。何があるか分かりませんよ。だから、何かあるか分かりません。はい。酔っ払って全裸でハイマイクを塗りたくりますよ。あ、本当にそんなことするんだ。え、本当にそうなの？あ、そうです。全裸で外を歩いたり。全裸で外を歩いたり。犯罪者じゃん。犯罪者じゃないかこいつ。犯罪者じゃないかこいつ。なんて野郎だ。うん。やっぱ襲う気やんってなんだよ。全裸で襲う気ってこと？外で俺が青かされんの？青かもいいっすね。一緒にキチガイと配信やればって何が？やんねえよ。やるわけねえだろお前。お前こんなやべえやつと。やりてえ。やるわけねえだろお前。本当によ。一人でやってくれ。はい、一人で。俺のイメージが悪くなっちゃうわ。草薙のノコさんと同じ匂いが。いや、バンドマンって結構やっぱさ、みんなそうでしょ。モノク以外みんなそうじゃん。バンドマンと同じ匂いするって。ね、俺昔から弾けんじゃん。モノク以外。モノクなんかただのおじさんじゃん、あんな。ね、そこら辺にいる。モノさんイケメン。おしっこライブやったことある。もうこういうバカみたいなね、コメントいっぱいあんだよ。うちのなんかバカがね、バカの野郎が、ね、チンコ出したことあるとかさ、そんなにね、それはないな、ね、そんなもんさやったってさ、ね、ニーがやるわけねえだろ。ニーがそれやって意味あんのかよ。いやでもやりたいっすよ、うん、喧嘩して勝ったはブレイキングダウンに応募するよな。ああ確かにありありだな。やべえなこいつ、やべえなこいつ。俺と喧嘩するのがちょっとなんか、ね、射程範囲に範囲内に入ってるってことが怖えな。まずやべえやつだな、ブレイキンダウン以前に。うんやりたい。隣のまあ僕を反面教師にしないとなったら、これはね配信前にも言いました。尊敬してますから僕は。井口はっての、井口ってあれ、井口くん銀軍なの。井口くんうわ中途半端すぎるってこと。空くんは危ない。ああそういう意味でか。全裸にだって別に俺だってなってねえだろ。俺だって別に生放送でなってないだろ、全裸までなってねえだろ。うんでも変わっちまってね。最近の若者にしてはなかなか骨があるな。あクーくんね。まあなんかそんな感じは確かに今もなんかプライベートでちょっと話してきてて、そんな感じ確かにするわ。なんか骨があるっつうか、なんかねお子さんのカリスマ性を僕はもう完全に真似てるんで。クーくん昔の方がかまっちゃんっぽいライブしてた。あそれともなんか配信前に言ってくれたけどありがたい。なんかね毎日でライブしてた。あそれは聞いてねえわ。それは聞いてねえわ。あそうなんだ。いやいや本当にありがたいですよ。いいよありがたいですよ。放尿までしてないけど。そう放尿したんですか。なんか放尿はまああるけど、別にまああるけど、まあパン一でうんこ漏らした人はやばいややばってないわ。俺じゃねえよね。クーくんもしてたんでしょ。やっぱりやっぱり尊敬すぎてね。うんこはしなくてダメだ。大丈夫だよあんなしなくて。うん後でリンク送っとくわ。送ってください。そんな YouTube にあんの本領ライブどこに、ね、そんな X ビデオズX ビデオズにしかねえだろ。X ビデオズにしかねえだろそんなんさ。いやークーくんの同期ってどの辺。あやっとまともなね質問きたわ。まあミスターフォルテとかピープルワンとか。あミスターフォルテさんはちょっとご存じなくてごめんなさい。あれピーポーワンはチェーンソーマンで、チェーンソーマンとかね、うん、ピーポーワンか。うんそう何クーさんもこの間公衆トイレの外にスマホを置いたままトイレ配信したよね。どうそれインスタライブで。インスタライブはお前そういうのバンされるんじゃねえのかよ。この時はお酒で酔ってるちょっと記憶がないんですけど。やめたほうがいい。お酒飲んでる時に配信するのベロベロなってる時。そうだから住所とかほんとさらさない気をつけてね、僕みたいに。確かに。うん。TikTok ライブでしたよ。TikTok ライブのごさんと同じやとか、もうほんと気をつけたほうがいいよ。TikTok なんかなおさらバンされるし、よくバンされなかったな。うん。完全に犬のうんこ食べる配信。何のこさんなんか犬のうんこ食べる配信してるし。しとらんわしてないですよ僕。そんな犬のうんことかね、犬のしょんべんとかなんか飲んだりとか、俺も食べたいなとか言ってるけど。じゃあそれちょっと TikTok でやってください。TikTok で多分もう死刑になると思うんで、捕まって死刑になると思うんで、公然わいせつ罪でねもう死刑ですよあんた。完全に俺も食べたいなってなんだこいつなんだこいつすごいなクーくん。9ミリにいやだからそういうのは違う。俺ねそろそろ9ミリに喧嘩売らなきゃとかいろいろお前らなんかいろんなことさなんか出してくるけど、そういったなんかさ、そういうなんかキアモノ的なさ、ノコは丸くなってるから刺激ください。いやだからさなんかさキアモノ的な感じのなんかそういうなんかそういう暴れるみたいなね、暴れるみたいなさ。でも好きっすよそういうの。いやでもそれもそうやけどさ、でもクーくん2位の場合はさ俺は違うと思ってんだ。うんそれはやっぱだってちょっとこれ配信前にもずっと話したことがあって、やっぱ2位はさやっぱさクーはさやっぱさ売れたいっていうね、売れたいっていうのがあるからさ、売れてそのバンドがすごいんだぞっていうところをそうなんか見せつけたいというか、あとはさ、なんか武道館でも東京ドームでもそういったでっかいね箱でライブやりたいってあるからさ、でうんこ食ってたらいけるわけねえだろって話よ。そっか、そう、それはうんこ食いたかったんだったら、それはもうアングラ時代に、アマチュア時代にやっとくべきだった。もう今は多分もうそういうのは、そういうことしたら、そう正論だよ。だから俺もだって2位はそう、でも俺も2位はやっぱ応援してるし、実際2位の音楽性とかそうなんだけど、やっぱクー君が作る曲とかやっぱもっと俺は売れると思ってるから、そうだからさっきも言ったけど、ラッドウィンプスとか誰でもいいけど、大御所の人、バンドとかもさのちょっと超えてもらいたい、売れるってことに関してもね。俺は本当そう思うけどね、2位は独特やから売れるね。いやでもだからフェスとかも全然いっぱい呼ばれてるっしょ。ロッキノンフェスもそうだしさ、ロッキノンフェスとか呼ばれてるっしょ。そうです、ロッキンはそうですね。うん、ロッキンね、ロッキンもそうだし、先駆者のね、失敗経験をそう反面教師にしてくれってアドバイスっていうか、反面教師にして、いやでも本当にだから、むしろ新生かまっちゃんと2位ってね、クー君は影響受けてるっていうけど、やっぱちょっと色は違うとこもちょっとはあるから、だからそう時間も守ってそう出禁にならないようにとか、そのだからね、2位はさやっぱそっちに行きたいっていう気持ちがねあるからさ、だから俺はそう、うん、そっちに突き進んでほしい、あ精神やからと。また絶対2位とかまちゃんは対バンみたいです。いやこれはけど絶対いつかはね、絶対いつかねあると思うんで、はい、先輩のアドバイスっていうか、まあ先輩っていうかまあ単純に反面教師にそうそう売れたかったらこうなっちゃいけないよみたいな、そうやりたい放題やりたかったらね、別に売れなくてもいいぜみたいなね、観客動員数別にさ増やさなくてもいいぜとかさ、そんな感じだったら別に俺らみたいな感じでもいいと思うんだけどさ、そういう感じじゃないじゃん。しくじり先生だな確かに俺そうしくじり先生ね、先生で生徒みたいな感じだ、確かにしくじり先生だわ。そうでも僕はもうそのノコさんのそういうなんだろう熱いこうパフォーマンスとかその元からあるノコさんカリスマ性を僕はふと引き継いでたいなとそう思ってて、うん、だからもうノコさんのそういうなんだろう言葉はちょっと言わないけど、うん、尊敬してるんですよ本当に。いやもうずっとこれ言ってくれてんの、もう会った時から、まあ、前回の対バンの時もそうだけど、本当にありがとうございます。いや全然そんなもん、でも僕は僕でって言うけど、別に本当に2位もそうなってくから、2位も絶対そうなってくから、うん、まだクーくん24歳であれだけど、ノコさんはそう本当にかまってちゃんは本当成功者っていうのは本当にそう思う。まあ成功者だけど、まあでもまあ言っても俺もすぐおわこになるからさ。いやならないですよ。やっぱいろいろなるよ俺もなる絶対なる。いやなるいや結構これ自分あるし自分を持っていた方がいいよ。いきなりおわこになるから。もう本当にさーってやっぱ時代やっぱ今ってさ前触れもなくっていうかクーの10年後金くれ静止やからです。あれコメントちょっといっぱいあるとね、ちょっと俺も今こうやって話してから、なんで尊敬し合ってるのって、いや尊敬し合ってるっていうか、まあそりゃそうよ。なんかクーもニーくんじゃねえわこれ紛らわしいなお前クーのニーなんか同じじゃん。なんかクーのニーくんじゃなくてニーのクーくんこれ絶対ファンも間違えてる、ファンも間違えてるやついるだろ絶対これ。確かに、だからもうくん付けじゃなくてもクーね、2のクーの、じゃあそれも同じだよ。それも2のクーもクーの2は同じだ。うん、本当に知らんで働いてんだろ。今学校から帰ってきてびっくりしました。ノコさんもクーさんもありがとうございます。学校今夏休みでしょ。夏休みはお前だけなんで学校行ってんの。ね、確かに何で言ってんの。うん、どうせお前なんか普段から不登校だったんだろ、うん、不登校でね、夏休みにね、その時にね、来いって言われたんだろそう、報酬と。うん、のこのくくんってない。今日から夏休み。あ、そういう人もいるんだ。そういう人もいるんだ。なんかいろいろいるんだ。うん。部活とか、そう、夏期講習。オワコンになってからは本番だ。いや、でもね、まあまあ、けど、オワコンになってからは本番だっていう。オワコンになってそれはね、いや、オワコンだよ、オワコンだよ。俺今、オワコンだよ。うん、オワコンだよ。まあ、オワコンって言ったらあれなんだけど、まあ、なんかやっぱ、当然ね、何年か、僕の戦争、ああ、その、進撃の巨人の最後、タイアップから比べたら、どんどん落ちてってる。っていうのは俺も感じてて。そう、これ、普段の配信でも言ってんだけど、そう。俺らオワコンだよな。もう、そういう、俺が今言った意味で。ちょっとやっぱね、僕の戦争の時、進撃の巨人のタイアップあった時から、やっぱり今のね、まあ本当にいろいろとさ、ね、売り方が下手すぎ、言いにくいよって、いや、言っていいよ。だって俺が言ってんだから。自分で認めてんだから。うん、全然認めてるんだから。昔からだって俺これ言ってんじゃん。俺自分はオワコンだって。オワコンの時は俺オワコンって。ね、タイアップある時はイケイケだって。俺は売れてるぜって。オワコンになった時は、どっちかというと自分の誰でも波ある。そうしてたバンドができなくなった時の、まあ、究極それよ。俺もそういう考えだよ。それはそう。ビジネス的な今話。そう、ビジネス面の話。そう。俺は別にそう。それは別に、俺もそうだよ。それは別に自分がオワコンだって言ってるのはビジネス的な話。ビジネス面で。うん。そういった純粋的なその音楽性とか、俺が今曲作り続けてるとか、新曲とかもすげえの作ってるし、そういった意味は全然オワコンだと思ってない。そう、ビジネス面の話。そう。そう。だから、でも、ビジネス面でのオワコンってのは、やっぱ今は、なんでこの流れ殴り始まるの意味がわかんない。お前、ラリってんのかてめえ。ラリってんのかお前。全然殴り合いの流れじゃなかったろ、今。意味がわからん。どういうことだよ。こっから殴り合い。もはやさせたいだけだ。殴り合いなんかしねえよ。するわけねえだろ。でも俺は歓迎ですよ。歓迎ですよってやだよ。怖えよ。その発言が怖えよ。青ちゃまガールズ。その発言が怖えよ。いつでも歓迎ですよって。俺もボコボコにされるから。殴り合いって。怖えよ、やだよ。うん、そうビジネスのようなオワコンじゃない方が少ないっていうのは本当そうで僕って、まあこれけどね結構アーティストとかアイドルとかいろんなやっぱ芸能人みんなね感じてることだと思うんだけどさ表舞台立ってる人みんな感じてることだと思うんだけどやっぱ今ってさ、まあ、みんなもそう思うと思うけどさサイクル早いじゃん早いっすね消費サイクルが。うん例えばまあ、これちょっとね人のことをちょっと出してあれなんだけど例えば今YOASOBIとか来てるじゃん、うん、YOASOBIとかさ例えばYOASOBIのさアイドルあれも来年まで流行ってるかって言ったら絶対そんなことないじゃんあ確かに言われてみればね、うん、来年まで流行ってるとかもそうだしYOASOBI自体はまだ全然流行ってると思うけどなんだろうな例えばわかんないけどまたこれ人のこと出すのちょっとやだな、うん、例えばまあいや、ちょっと出すと、アドちゃんとかもまあわからんくない。強風オールバック、まああれはまた別なんでしょ。キングヌーはけどちょっと最近何も聞かねえな。ね、キングヌー。スイカンとか。あとなんだっけ、例えば、ね、うるせえな、この曲。うるせえな。この曲うるさくない？大丈夫？いや、セカは安定してるっしょ。売り切ったから俺いつも配信でも言ってんだけどセカワとかさラッドインプスとかさねそういう人たちはさ売り切ってる人たちっていうのはさ、うん、ねまあこうもうなんかさそれは事務所もさ強いのもありつつさ、うん、なんかそう売り切ってる人ってのはタイアップがよく来るじゃん、うん、まあそうですねだからオワコンになることはさないんだろうけどさあミセスもまあ全然ね今こそね売れてるよね素晴らしいミセスね今こそねうん万人受けする曲作り始めたら作るわけねえだろ作れねえんだよ俺は万人受けする人間性じゃないってのもさだから昔いじめられたりとかそうだしさ子供の頃万人受けする性格じゃねえんだよ、もうそもそも。曲も作れねえよ。つか作らねえよ。つか万人受けする曲もあるだろ。つかこう言うけど、ロックンロールは鳴りやまないとかね。あれとかはまだ万人受けしたじゃん。まあまあ。それやったら本当の若者くん。好きな話題かもしれんけどテンションが下がるぞ。いやいや、全然俺は別に、何が俺は別に下がんないけど。全然。これ結構今のやっぱさ、やっぱ音楽だけじゃないけどさ、映画とかエンタメ漫画とかもそうじゃん。もうすぐ飽きられるからね。サイクル、やっぱインターネットの SNS のね、 SNS 社会になってからほんと消費が激しいんだよね。あとやっぱ TikTok のまあ TikTok もね、こういうショート系の動画っていうのも確かにそう流行りしたりがそうすごいから、だからビジネス面では誰だってやっぱそういった売り切らないと、まあ言ったらこう俺ちょっとニーには悪いんだけど、ニーも売り切ってるわけじゃないじゃん。そうです、ね、そのさっき言ったあげたバンド、大御所みたいな、なんか大御所っていうかなんかセカワとかさ、あれレベルドームレベルとかじゃないじゃん。だからニーも例えばずっとこんな感じだったら、まあ本当にビジネス的にはオワコになる時あるかもしれない、でもそれでもさ、そういったのはもうつきものなんだよ。そうですよ、つきものなんだよ。ビジネス的にはなくていうか、誰かこう、なんだろう、同じ気持ちを思うような人たちが聞いてくれれば俺はすごい嬉しいんですよ。ああ、そうだね。今の楽器は長い動画見れないし、だいたい刺して、そうらしいよ。全部同じようなもんです。あ、そうか、俺か。ビジネス基礎の授業、国会議員はいいっす。好きな人が好きならいいよね。そう、まあまあ、好きな人が好きならいいって、まあ、かまっちゃんもそういう感じあるんだけど、ずっとね。俺もそうそんな感じで、キュウソのビビったに全て詰まってる。ああ、まああいつらの曲ちょっとあんまりビビったってタイトルは知ってるけど曲聞いたことないなるほど。アドちゃんとヨネンさんはずっと売れてそう。まあまあアドちゃんはちょっとまあわかんないけど、ヨネンさんはけどね、確かにね、保証サイトがあるね。おやすみなさい。マイクの早えな、お前早いな、早いな、お前老人だな老人だろお前。おやすみってこの時間、マイククークの近くに持ってってほしい。クークの近くだよ、むしろマイク。声ちっちゃいかもしれない。声が、俺がでかすぎるんだよ。いや、俺がでかすぎる。俺基本ちっちゃいんですよ、声が。だから、ちょっと、全然もうちょっと張ってもいいよ、声。じゃあ、もうちょい張ります。もうちょい張ってもいい。はぁ！俺がうるさすぎる。俺のが離れてる。声通る。マイク汚いよ、気をつけて。そう、マイク汚い。汚い。若い人はイントロとかも飛ばす人いるらしい。あ、でもそれは全然前からね、ギターソロ飛ばすとかね。だから、そう、かみ合えて、そっか、残さん声とか、空間モレル聞きました。いや、モレル多分知らないでしょ。モレルって。モレルっていうバンド。あ、ちょっとわかんないです。存じ上げないです。はい。もうね、生死ついてねえ。どんだけ飛ぶんだよ、俺、ここで何してるけど。これでオナニーしてますけど、そんな僕ピョンってそんな飛んでいきません。のこさんのアウトは飛ばさないでほしい。空信者も来てるの。何があ、今配信ってこと？ 2 のファンも来てるでしょ。来てます。はい。2のファンも来てますよ。ワーツの素顔見たことあるって何？ワーツない。帽子でなんでワーツ仲いいの？いや、まあ対話もしたことないですね。なんでこんなコメント来た？わかんないです。おや、わけわかんねえコメントすんな、適当なコメントや。そういうなんかちゃんとさ、下取りできてたらさ、そういうコメントしていいけどさ、ニーとなんかワーツが対バンしたことあるとかさ、適当なコメントすんな、バカやろ。ほんとにな。のこさんの写生は素晴らしい。おなにのやめろ。ゲーム、統合者で下取りね。下取りじゃねえわ。下調べ。あ、タバコ吸っていいから。あ、てか今聞いたら丸ボロなんだね。俺丸ボロです。そう、俺丸金だ。あ、一緒じゃん。一緒だ、ほんとだ。そう、俺丸金だから。こっち9ミリだよね。こっち6ミリ。そうですね。これ12。あ、9。丸ボロ。偶然。一緒だ。のこの後継者やな。いや、俺からしたらそういうのは別にさ、こうやって影響受けて嬉しいけど、いや、俺は、いや、クー君は2位で、クーはクーで、独自のあれがあるから、後継者とか俺から、なんかおこがましい。いや、後継者です。おこがましい。本当に後継者です。いや、おこがましいよ。絶対自分の良さあるんだから。いやいや、良さあるからしかないです。本当にあるんだから。あるんだからさ。ないです、ないですないです。嘘つくな、本当に本当に嘘つく。他のアーティストに影響を受けたとかあるだろ。まあちょっとラットインプスはもうあるけど、あ、結構ラットはもう本当に自分の、うん、ラットさ、けどさ、いい曲あるよね。俺もなんか棒人間とか好き。あ、棒人間いいっすね。うん、ラットも俺好きな曲あるもん。これも配信で昔から俺言ってんじゃん、うん、ラットも好きな曲あるよ。うん、そうそうそう、羊の歌とか、なんかタイトル忘れたけど、君と羊だ。あ、そう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 、あれとか。うん、メロディーがめっちゃいいからね。ラットも俺好きな曲あるよ。うん。ロッキーの時のツイート面白かった。どうぞ。僕がもうなんだろ、騒いじゃったんですよ。何が？ロッキーだからそのラットとニーが一緒にの日だから、まあ俺その時も記憶ないんですけど、なんかもうすごいツイートしてて、そのことみたいな。あ、テンション上がって。記憶がないけど、ツイッターですごい書いてて。うん、多分それですよね。あ、俺クーあれだろ、ミーハーみたいな感じでやったんだろ。なんかミーハーみたいなのが俺、お前もだから LINE とかでももう涙のマークな、あんじゃん、iPhone だったら泣いてるさ、黄色い顔したさ、泣いてるさ、うーって連続で送ってくんだけどさ、 LINE でも野子さんの家行けるなんて、ほんと死んでも今すぐ死にますとかさ。あ、それそんな感じだ。お前やったら。いやいや、やってない。本当に？やってない。でもまあそういう感じだろうけど、そういう感じだろ。テンション上がって。いやまあね。ノリはそうですね。だからラットと共演じゃなくて同じ日だから。大げさなやつか。いやいやいや。基本的にも記憶はないんですけどね。記憶はないってなんだ。記憶はない。テンション上がると。うん。でも。うん、ラット、そうなんだね。そっかそっか。でも挨拶できたらいいね。うん。え、左利きなの？あ、左利きです。俺も。お、一緒。確かに。タバコが。うわ。うわ。のこさん嫉妬したってこと？何嫉妬すんの？後継者何が？いや俺の後継者とか、いやそうですよね。いや後継者です僕は。それ言ったらラットも好きなんでしょ？ラットも好きですけど。そう。でも、のこさんのカリスマ性はのこさんにしかないんで、あ、それは本当そうです。それは本当に後継者です。それは本当そうです。はい。やっぱクーもね、やっぱそういうなカリスマにっていうのはやっぱあったりする。ありますあります。あ、でもやっぱのこさんのカリスマに。俺ギターだけ右なの。え、クーはさ。え、僕も右ですよ。ああ、それやっぱ初めもね、そうギターがたまたまそう右利き用だったから、それで馴染んじゃっただけ。めっちゃ理由も一緒です。ね。俺もだから左利きギター最初から持ってなってよかった。あ、俺もだからこれ多分わかんない、あるあるかわかんないけど、右利きで左利きじゃないですか。フレットの擦れ方って異常ですか？あ、わかんない。俺気にしたことない。俺適当に弾いてる。異常なんで、そこが原因してんのかなと思って。あ、そうなんだ。そう。クーくん何型ですか？大型です。あ、大型なんだね。へえ。大型っぽく、いや僕血液型中なんで、僕は、はい、そう、僕は血液型中だから、いや嘘、O っぽい。俺 O ですな。俺なんかクーくんってなんか A か、うん、A型か、まあワンチャン B 型かなと思った。AB っていうくん。モノくん、いや俺も血液型中で。え、のこさんはあれです。僕 B ですよ。僕 B、うん、B型クワガタ。星座は？生産なんか当てになんねえだろ。うん。何カップですかって何か F カップに決まってんだろ、クー。俺の好きなカップですか？え、あ、そういうこと違うよ。違う。クーが、俺のおっぱい何カップ？あ、俺は F です。F ぐらいある。見りゃ分かるだろ、こんなん。これ全部、これ模様じゃないんだよ。そう。これ全部乳首なんだよ。乳首ですね。ここにこう出てるんで。何でもいいや。星座占いの性格めっちゃ当たりよ。本当に動物占いのが当たるよ。ああ、動物占いのが当たるよ。うん。いやー、ちょっと2人でタバコさ、煙さ、目に入ったらシパシパする。そう、シパシパする。シパシパ。乳首何個あるんや。乳首そんな100個ぐらいあるだろ。うん、ありますよ。見せてないだけで。未来のカリスマだぞ。乳首100個ぐらいないと、確かに。そう、犬派猫派って何が？俺は猫派だけど。俺も。ああ。え、俺も。本当？そうっすね。マジで。猫派っすね。なんか全部俺に合わせてってない？いや合わせてないです。本当に俺のことをカリスマとね崇めてるから、全部俺になんかさ、左利きとかさ左利きとかこれ無理やりタバコもさ、タバコとかもさ全部俺に合わせて。大丈夫？合わせてるかもしれない。合わせてんの？こいつ信じられない。本当だよな。俺は嘘つき人間なんでね。血液型も合わせろや。いやーでもとりあえずね、途中から来たいと2位のやっぱ2位のクーくんです。はい。今ね若手でねイケイケのバンドの、うん。でも犬も結構好きだと思う。ほんまあられは。あられって僕の愛犬ですね。ああ愛犬。愛犬の。犬じゃあ犬もじゃあ犬もまあなんかどっちも好きかな。うん。合わせすぎたらバレちゃうから。好きな食べ物はカニ。俺はね別にそんなどうでもいいだろ。俺エビが好き。俺もそうよエビ。おお。えなんだよ。だからさ、俺が今カニって言って甲殻類だなって一瞬察知してエビって言ったの。俺本当にエビが好きなんですよ。本当に。本当に寿司屋行ったらエビ食いますもん俺。マジかよ。じゃあ合わしてないじゃん。本当に合わしてない。同じ甲殻類好きですねって。本当に大好き。付き合うやって。サイコメトラエビうまい。付き合ってもいいな。でも本当に付き合ってもいいな。親父転がしたスタンド。いやでもほんとなかなか結構似てるとこあるね。なんかね嬉しいです。嬉しいです。偶然だね。ノリで入籍してみたら確かにね、ノリでねほんと後悔するだろうね。やっぱりこれある。好きな AV 女優。好きな AV 女優とかやっぱジェネレーションギャップあるだろうな。そんなもんさ、こっちはだって及川奈緒だぞ俺は。あじゃあ違う。及川奈緒とかもう20年前とか活躍した人かな。俺若菜かなえですね。あ俺わかんない。だからジェネレーションがピアップがあるよ。若菜かなえか水無月光るおいか。そんなお水無月光ちゃん知ってる？知ってます。知って抜いたことある。ああ俺もいっぱいたくさんいっぱい俺もいっぱいありますよ。だって俺あれあとファンザで買ったもん。DMM 時代買ったもん俺。水無月光ちゃんの買った。あの子顔ですよね。俺水無月光ちゃんの YouTube 配信のゲーム実況見て、それ見た後にエッチなやつ見てクーくんブランディングって。いや別に2位は別にこういうのだって言ってるんでしょ。言ってます。うんだから2位は全然ブランディングって言うけど、かおちゃん見てんだけど。あ見てんの。かおちゃんもともこんな話してるから知らないけど。知らんが。松本一花知ってるかも。松本一花ちゃんだってむしろ有名じゃん。はい今ね。うん。そうええやん。そう。一応もらう。いや全然いい趣味してる。抜き兄弟。何してんだよって。てめえが何してんだよ。必死に生きろよバカ野郎。俺らみたいによ。俺らみたいに必死に生きろよ。俺らちょっと話なんかまた戻すんだけどさ、ねヒロアカのカエルの同人誌やないと思う。まあいや僕ね、暑いから水分取る。うるせえバカ野郎。僕だから鼻ちょっとまた戻りましたけど、今回このねこうやってねあったのはクーくんから LINE が来て飯食おうぜって飯食いましょうって LINE 来て、それで千葉ニューまで行きますよみたいな感じだっけ。なんかそんな感じで千葉ニューまで。だからうわこれは本当都合いいなと思って、俺東京行くんだダリから、そうだから都合いいなと思って、そうやったらそう全然そう来ていいよ。そうだから普通に飲みましょうっていうか、なんか飯行きましょうって。だから千葉ニューでなんか小さいの盗まれるぞってなんでだ。バレた。別にいいけどちょっとぐらい。いいんかい。こんにちは。だからまあとりあえず居酒屋か忍たまラーメンなんでもいいけど、俺酒飲まない。俺車だから酒飲まないけど、そういう感じであったんだけど、でも俺はお子さんに声かけるなんてチャレンジャー俺も確かに結構緊張しましたよ。でもそう緊張してる感がなんか全くなかった。いやめちゃめちゃ緊張しました。お泊まりなんかしてるわけないじゃん。だからお泊まりなんかしてるとかじゃなくて、荷物検査しかない。お泊まりなんかしてるわけなくて、あれだって2時間前に会ったばっかだよプライベートで。確かに。プライベートでは2時間前に初めて会って、だからまだ全然お互いのことそんな話してないよ。確かに。そうだよ、仲良いねってお前ら言うけど、これからデリヘル呼ぶの。そう呼ばねえよ。なんかめちゃくちゃフィットして。そうだからでも俺はやっぱね、クーがやっぱわざわざね遠くから来てくれるんだったら、ね、わざわざ遠くから来てくれるんだったら、ね、俺は、まあ、そういった意味もあるし、まあ、そいつ、まあ、遠くから来なくても俺は絶対こう言ってんだけど、はい、配信しようぜって。配信しましょう。そう、だからね、のこちゃんと絡むと、はい、ね、のこちゃんと飯食いに行くってなったら、大体配信されるんですよ。俺でも配信されるしたいっすよ。だから今日配信できるってのが本当にマジでと思って、できんのって思って、じゃあもう絶対やりたいっす。漏れなく絶対やりたいっていう。そうそうそう、漏れなく配信がついてくるっていうのは本当だから、いや俺も配信者としてやっぱせっかくやっぱね、こんな家とかもね、最初はだからどっか適当なさ、わらわらでもどこでもいいんだけどさ、サイゼリアとかでさ、サイゼリアとかね、コンビニ飯をさ、ちょっとさ、適当なそこら辺公園で食うとか、そんな感じだったんだけど、ね、うち呼んで、俺は配信しようぜって言ったんだよ。だから、のこさんの家行って、俺制作部屋行って、あ、さっきね。そう、のこさんのクリエイティビティがすごかったんですよ、これは。本当に。この作曲部屋。はい。はい。これ、そう、のこさんのね、DAW とか、今使ってるそういうプラグインとかを説明してもらって、うわすげえって思って、本当にクリエイティビティなんで、いやいや、そういったのもいろいろちょっと話したりもした。エレクターまだ盗めてません。クーはちなみにさっきコメントあったけど、電車で来ました。あ、電車で来ました。電車で、これどこに住んでるかって細かくじゃなくて、もうなんか、ああ世田谷、ああでも細かく、ちょっと細かく、あ、細かいか、ちょっと細かく言った。これ初めて言ったかもしれない。東京です。東京びっくりしたわ。ちょっと言い過ぎたなこれ。まあ東京、そうです、東京です。そう、都内です。そう、東京、そう、東京からそう来ました。電車でファンに見つかったりしない、そういうのない？いや、ないっす。あんまりないんだ。ニーのグッズを着てたらたまにあるけど、なんかそれってあれだよ、歩いててもさ、俺まあどこ住んでるか言わないけど、そういったとこ住んでてさ、歩いててもさ、あ、いやないです。クーさんですよね。いや全然ないです。本当にクーさんじゃないですか。一緒にちょっと抱きしめていいですかとか、写真撮ってくださいとか。お前来たら別にプーさんじゃねえよ。プーさんじゃん、クーさんで。クマのプーさんにしたら、それはさ、ね、非現実の漫画ね、アニメのキャラだからね。確かに声なプーさんって、俺の声が、俺のこっちはプープー、あ、そういうこと。クマのプープーさんもね、まあ確かにね、ニー好きだと思うから、分かりました。そう、ニーコラボやべ、あ、今来た人ですね。はい、やりたい。まあとりあえず、そうそう、だから声かけられたりしない？いや、しないさ、あんまり。東京でマジであんまりない。マジで俺それ、これちょっと意外なんだけど。だからされたらすごい嬉しいですね、今は本当に。いいだ、全然。だってさ、売れてるじゃん。いや、まあだから本当に声かけられる知名度あるじゃん。でもやっぱ声かけられることないから、そんなにっすね。だからなんでね、全然。だって普段歩いてる時とかなんか変装とかしてる？いや、もう本当にこのまんま。なんで声かけられないんだよ。オーラガン消し？オーラガン消しだから。いいのかもしんないね。クーク歩いたらね、すぐこんなんだから、このまんまで歩いてるっぽいから。本当にこのまんまで電車乗ってる。名札してほしい。名札、いや、名札なんかいらないから。そう、いらないから。だから本当に多分俺ってそのまま歩いてても多分食うっていう雰囲気がないのかもしれない。そのなんだろう、もう髪型もとかも普通だから。普通とか別に、だってこのままっしょ。このままなら別にもう食うじゃん。でもそれが多分あんま出てないのかもしれない。オーラ消してるじゃん。オーラ消してるかないかですね。オーラ消してるかないか。じゃあみんな他のね、人間には見えてないのかもね。確かに消えてるかもしれないです。一般人顔とか、いや別にさ、千葉木みたいっていうけどさ、やっぱさ、もうこんだけやっぱニーもさ、知名度ね、そこそこもうね、あるからさ、全然特に都内なんて話しかけられてもさ、全然不思議じゃないんだけどね。いや、あんまりないっすね。でもまあ何回かはある。まあちょっとは。ああ、でもちょっとだけ。あ、でもそれ言ったら俺もそうか、あんまねえのか。俺もそれ。のこさんなんてもう見つけた瞬間に俺分かりますよ。でも俺もね、こんな感じで今でも電車乗ってるんですか、山手線とか一人仕事の時とか山手線乗って東京まで、山手線で俺こうやっているよ。ガチっすか。うん、このパジャマ着てねえけどでも普通に、そう。でも俺もあんまり話しかけられない。いや絶対のお子さんはじゃ俺これ昔から言って絶対わかる、絶対わかる。売れてったか。そう多分話しかけれないんですよ。そうそれもなんかフォローされてるけど、なんかリスナーにファンに絶対そうだと思う。俺もフォローされてる。そう声かけるの怖いとかね。うん、いや消してるわけでもないけど怖くて見守られてるっていうか、なんか見守られてる。でもまあそう昔から俺ね、これ10年ぐらい前からね、そう10年ぐらい前からこれ本当言ってる。うん、そうキレなんかそう怖いって怖いから話しかけられないんじゃないとか、そんなことじゃないと思うけどね。いや絶対多分何なんだろうね。緊張とかね、あんまそこまでパッて見つけた時にあーってこう、いや確かに緊張するから。でも俺あれ、そう昨日前東京行ってて芸能人いないか探しまくったけど人多すぎて見つけられなかった。頑張れやバケ。それ頑張れそれ頑張れね。お前の頑張りは足りないね。タモリでも気づかれないらしいからね。タモさんなんてもうさ、じいさんじゃん。確かにサングラス外したら分かんない。サングラス外してるから分かんないけど、サングラス外したら余計分かんねえよな、うん、タモさんじいさんだからもうそんなもんはねえ。僕らみたいに若者はね、やっぱ違いますよ絶対。うん、まあ単純だから僕とかもまあ知名度がまだそこそこだってことだよね。そうですね。うん、そうですね。いや違う。俺は特にいやでもやっぱさ、俺は本当にいやでもむしろだからニーの方が知名度絶対。いやだからかまってちゃんはのこさんのオーラに負けてるんですよみんな。だから話しかけれない。それフォローだ。いやフォローじゃないですよ。俺はかけれないかもしれないから。お前らフォローだから。いや本当にいやフォローだよ。絶対かけれない。うん、まあいいや。そうまああと褒め合い始まったぞ。何か殴り合うわけないじゃん。バカかお前な、バカかお前。まああと褒め合いって殴り合ってほしいんだろうけどね。早く歌って。いやまだ歌んない。うん、全然まだ盛り上がってるからキスしちゃう。うん、なんか会話が盛り上がらなくなったら歌うコーナー行くわ。あと MV コーナーも行きたい。やりましょう。空に会ったら声かけたいけどプライベートとか気にしちゃうから絶対声かけない。やっぱこういう人もねいるんだ、ね、うちもだからいるかもしれない。何時までありますか。ちょっと空もね今日終電あるからね、ちょっといろいろちょっとまあ、うん、そんななんか大体まあ長くて9時。うんクーさん何飲んでるんですか。俺は今日飲みます。俺のちょっと乾杯しよう。てかのこさんも飲みましょうよ。いや俺酒飲まねえよ。いや俺大丈夫なの。タクシーも俺よなんかさ呼べるんだけどさ、呼んだことあんだけどさ自分でなんかここなんか最近は呼んでなくてさ、タクシーの呼び方わかんない、なんか忘れちゃったんだよね。だからタクシー俺多分ゴータクシーがある。あゴータクシーなんだそれなんだゴータクシーってねあれくんのゴーがくんの絶対 CM ゴーやってるね。ゴーヒロミが来ますよ。ゴーヒロミが来んのかよ。あ泊まればいい。泊まろっかな。じゃあ泊まってきよとか勝手に言うなこの野郎は。いやいいね。いや泊まれたらいいんだけど俺も明日あるから仕事。あそっか。うん仕事みたいなそうあるからやることあるから。そう泊まらないとかマジで。でも勝手に泊まるんで。でもメンタル強そうで羨ましいよって誰が。俺たち何メンタル強いわけねえだろなあ、うん、今日だって俺だってさ豆腐ですよ。病んでたしさ豆腐だよ。くんあそういえばなんか飯食う。カップラーメンもちょっと俺ら腹減ってるから、うん、もう俺もずっと何も食ってなくて昨日も病んでてさ、うん、そう全然飯本当に俺こそ腹減ってんだけどくんも腹減ってんでしょ、はい、そうさっきいいかじゃん、うん、物くんモノ君のお迎えで帰りなよってそんなモノ君に悪いだろ。モノ君はけど全然ね酔えば来るけどあいつねあいつタクシーみたいなもんだから食べよう。そうちょっと俺カップラーメンちょっと2人でね一ついただきたいです。うん空から空に変換するのおもろい。あそうなんですね。はいよくわからんからウーバー頼む。夜ご飯の時間やモノ君何してんの知らねえよ。あいつ今本当にお母さんの手伝いしてるし買い物の手伝い。あそっか。子供部屋おじさんなんで。カップ麺なのってのはカップ麺かエビピラフしかないんだって。カップ麺でいいじゃん。エビピラフもです。カップ麺でエビピラフなんか時間かかりそう。あそうかエビピラフとかね。エビピラ、エビピラ、あ、クン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 、大丈夫、一人で大丈夫。多分大丈夫です。でも大丈夫。はい。はい。危な。団地はどうですか。いや、あのね。エビピラじゃん、これ。はい。これちょっと。これ。はい。2人で食べましょう。いやいや、何言ってんすか。何言ってんすか。そんな食えないですよ。アイスじゃないんだから。アイスじゃないんだから。びっくりした今。このまま開けるんかな。今までの流れで、なんかワンチャンマジでこいつ開けて口の中に入れ始めんじゃねえかなって俺はちょっと心配した。ああ、ちょっとあれだ。理性まだ理性保ってるわ。ああ、まだ理性。ああ、まだ保ってます。保っててくれては。うん、まだ保ってますわ。みんなはご飯食いました。みんなご飯食べました。イメージ悪なってないって。まだまだだな。そうだな。クーくんの子には慣れた。いやもうのこさんはね、いやこれわかんない。こう本当にいい人なんですよ。本当に。本当にいい人なんですよ。本当に。焼きそば食べた。今ご飯食べてる。おー、いいね。のこさん優しい。もうめっちゃ優しい。本当に優しい。もう、あのね、これドキュメンタリーやったらもうみんな、まあここまでね、その俺が言っていいのか分かんないけど、本当にもうすごく優しい人だから。言わされてない。言わされてはない。ちゃんと本当に思った。身長同じぐらい。うん、身長は本当に同じぐらい。いや、俺本当に、いや、これお世辞はなく、本当に、なんだろう。もうね、言わされてもないし、ガチで思ってるから。よし。クーも正面行きたかったら。あ、じゃあいいっすか。これカメラ変えて、俺が先に正面行かして。あ、じゃあ正面これ見本見せます。これはどこのカメラですか。これ。あ、こいつか。あ、へえ。カンガルー。カンガルー。じゃあちょっと一回見ますねこれ。キョンシーだ。キョンシーがいるキョンシー。カンガルーじゃないな、これキョンシーだな。はい。あ、戻してね。あ、戻ってきた。あ、はいはい。あ、これで。はいはい。なるほどなるほど。はい。はい。あ、わかりました。キョンシーが戻ってくるっていう感じだね。うん。じゃあ俺もやりますね、その後に。なるほど。いや、俺も本当に今、あれなんで本当にこのツイキャスにいるのがね本当に意味がわかんないんで俺も本当にクーくんもっと飲みなよって飲むかみんなも今日金曜だからお酒いっぱい飲もうね今日はね KP この価格に食う。いや本当に俺もそう思う。ちょっとなんか盗みますね。じゃあ今日じゃあこのカポを今これ盗みます。とりあえずね。ファイナルファンタジーのなんかよくわからんやつを盗んでじゃあこれで今日は帰ります。はい。あ、サブカメラにしてください。あ、はーい、はい、はい、どうぞ。はい。おー、なるほどなるほど。あ、じゃあ戻して、はい、あ、じゃあ、はい、あれ食うからもらったからこれです。あ、はい、それちょっと後で。はい、じゃあ俺もじゃあキョンシーいきますね。あ、クーもキョンシーやる。はい。なかなか難しいよ。大丈夫です。これちょっとやっぱね、やっぱ年取ってないとできないからね。やっぱそう、うん、なかなか難しいですよこれ。はい、ちょっとごめんね。はいはい。人のキョンシー芸初めて見た。人のキョンシー芸初めて見た。なかなか寒いな。うん。他人のやつ初めて見たけど。こんな感じなんだ、他人。うん。どう？うん。なかなかやっぱね、痛々しいな。うん。なかなか痛々しいな。のこ負けてるぞ。いやー、いや、まあいいや、ちょっと。いや、でもほんとちょっとね、やっぱクーいなくなったとこで言うけど、言うけどっていうか、まあ、いや、改めてほんとクー、ほんとあれあってえな。あ、ピーポンピーポンなった。ねえ、お前ら息合うな。いや、クーほんといいね。やっぱさすが、やっぱバンドマン。さすがバンドマン。長い、両思いっていうか、まあ、両思いは両思いでさ。いや、クーもほんとにね、いないとこでお互い褒めやそう。うん、クーくん盗んでたって。来てくれた。いや、本当に来てくれたのもそうだし。今日、プラベで初めてだそうだね。そう。ビッグブレード。アーセンの人懐っこいね。いや、でも人懐っこい。やっぱ、クーもやっぱすごいね。やっぱそういう、なんでもこうやりますせ、みたいな感じの。なんでもやりますせって。ね。うん、ほんとそういう感じね。殴り合いもしますせって。それはちょっと引いたけど。うん。ノーさんも後で録画見て。いいね、わざわざ千葉に、何にするの？いや、IQ あるね。いいね、フィーリング、カポ持っていいね。何カポは何カポん何クーさん、僕、ノリがいいが、あいつ泥棒だから、盗んでね。盗ませねえよ、バカ野郎。盗ませねえよ、俺のなんかさ、作曲部屋にあるさ、ね、マックスタジオとかさ、ね、もういろいろなんかもうね、200万円相当のものを盗まれたら、俺警察行きますよ。警察行きますからね。相手が食うとはいえ。相手が食うとはいえ、警察行きますから。ね。警察行きますからね。良い人すぎてしんどい。いや、でも良い人ですけど、警察行きますからね、そこは。カポ明日かい、カポ。カポも盗むって。いやいや、カポはまだいいけど。カポはまだいいけどさ。もう盗まれてるさ。いや、カポはまだいいけど。僕はもうポケットにもカポも盗んでるのか。バレたじゃなくて、こいつらもうすぐチクるから。そう、すぐチクるから、こいつら。手癖が悪い。そうだよ、もう、本当に。もう、天然シーフだからね。うん、天然でシーフなとこあるから、こいつ。盗っ人だから。うん。シャツが長いね。あ、ちょっと待って、今ちょっと、あれできた。ちょっと、あれが、エビピラフが。両ポケットに入ってどういうことや。両ポケット。なんもないですよ。本当に何もすんの。カポリ買いに。いやいや、財布とは盗んでない。いや、盗んでないですよ。ね、何も盗んでないからね。ああ、なるほど。いいっすね。うわあ、絶対うまそう。熱い。これ熱い。ちょっとまだ冷ましながら。はい。ちょっと熱いです。熱いですね。ちょっとまだ熱いか。いやー、美味しそう。これちょっとまだ熱い感じですね。ああ。美味しそう。いい匂いする。まだ解凍されてないとこがあるけど美味しいです。解凍されてないとこが。やっぱそんぐらいがいいっすよ。冷凍食品。噛み切れない。 BGM 合ってる。ダメだ、まあもうちょっとあと2分ぐらい。はい、2分、ちょっと2分ぐらい。これちょっと食べたじゃねえわ。これちょっとチンした後さ、俺もクーにさ、こんなプレモルもらったからさ、ちょっとこれ乾杯しましょう。あ、そうなんですよ。ニーのグッズ、これ、そうニーのグッズもね、これももらったの。そうだからちょっと後でなんかかぶったりする、なんか帽子とか。うん、ああ、ぜひ。これやっぱずいかわいいっすよ。でもやっぱクーはここで僕ん家来てやっぱりこの配信環境にめちゃくちゃやっぱ驚いて、やっぱそれは当然驚くよ。マジで驚きました。やっぱ知らない人は、こんな感じなんだって、そう、そのパソコンから配信すればめっちゃすごい環境だから、そういやそうなんだ、そうだよ、そう本当に何気づきやったの。お前なんか盗んだんだ。いや何も盗んでないですよ。盗んでもあれ500円以下にしろよ。いや大丈夫です。500円以下にしろよ。500円以上だと俺は警察にいます。いやだ何も盗んでない。盗んでないよ。これまたちゃ。何盗んで？いや何も盗んでない。500円以下なの。いや本当に。何も盗んでない。なんかお腹膨れて誰がどこがね。これもう妊娠とかお腹空いてんの。何も盗んでないっすよ。ちょっとわかんない。出る俺これもう配信終わった後出るときはもう玄関出るとき本当身体チェックするからこいつやばいわ。アナルまで猫舌。あ俺結構猫舌。じゃあちょっとこれ熱そう。めっちゃ熱い。ちょっと冷ましてから、じゃあ先にちょっと乾杯しよう。そうっすね、乾杯しましょう。先に乾杯しましょう。ちょっとこれ乾杯するときはなんかうなちゃんまん形式であんたたち行くわよ KP みたいな感じのそんな感じのことをやってるんで、椅子から転げ落ちる。そうよく見てるよね。2位この前の対話ありがとうかっこよかった。ありがとう。あとでば枝豆よく見てるのかな。よく見てるね。でちょっとなんかそれね、ちょっとこれねこのリバーブを聞かせてやればうなちゃんまん。ああ今もリバーブこれかかった。来てます。よし。なんか何に乾杯枝豆にはもったいねえ。そう枝豆はもったいねえよな。うわはい、そんなねうなちゃんマンも地獄に落ちました。そんなうなちゃんマンも最近お亡くなりになられてね、ほんと衝撃だった。はい、だからとりあえずちょっと今日はいつも僕はなんか乾杯するときはね、なんか今日という日にね、革命の日に乾杯だとかそのこと言ってるんだけど、今日はゆうじゃない、クーがちょっとそこはなんかアドリブだけど。じゃあ行きますね。なんかいいよ、何でもいいよ。何しよっかな。今日という不革命の前夜に。皆様、革命の前夜にロックンロールが鳴りやみませんから、本当にこの夏の夜に、メモライズをかましていきましょう。はい、なんかところどころ噛んでますけど、はい気にしないでください。はいじゃあかましている。じゃあそれで KP いきますか。枝豆にはもったいねえぞ KP。 イエーイ。これ乾杯 KP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  あクーくんもはいいただきます。乾杯。はい、お茶箱もらえさんます。ありがとうございます。はいね、お茶箱もねありがとうございますね。お茶箱もありがとう。皆様たくさん飲んでくださいね。今日は乾杯です。お茶でもいいし、じゃあ僕もじゃあ本当今日タクシーで帰ってくる。マジで帰ります。お茶箱です。あっまあ全然そう俺けど本当におごるんで。ありがとうございます。おごるんで。コーヒー、お茶ばかりさん、お茶ばかりさん、コーヒー牛乳で乾杯。コーヒー牛乳タクシーおごるの。おごります。さすがのこと。精神薬あります。スパニューのアパホテルに泊まったら、もうそのつもりで、言うなよ。そのつもりで言います。もうニーのファンがもう全員抑えて今から。いやそれやめて。いる？いやもういい。突しちゃダメです。お茶だからダメ。本当にダメだから。それはダメですよ。そうだよ。本当に来るからね、本当に来るから僕来ちゃう言葉から精神があるんです。だから今日はマジで電車でちゃんと終電で帰った方がいい。あ、まあちょっと頑張って頑張ってそうちゃんと帰った方がいい。終電とか終電前に分かりました。本当にそうなったですそうです。そしてね、なんか2人距離近くて可愛い。だから攻めんだよ、ここ攻めんだよ、狭いんですよ。終電ま、いや終電までっていうか、まあ終電までっていうか、まあまあ結構終電早いんだよ。そうだから、はい、そうクーは東京だからさ、こっからあとね千葉に行ったんかあとさ、終電とかさ夜の10時とか11時なんで、終電なんで11時とかなんで、本当に早い。そう11時とかなんで、早いんだよ。彼女っぽいってだからこれ狭いんだって狭いからおめえいつもこんな子来てないおめえがこんな子来てから、ね、あ、そっか、その千葉という付き合ってる、違う、まあ、付き合ってるかもしれない、うん、そうまあまあでもそう抱いちゃうよ、うるせえ。ああ、そっか、いやそっか隠してるね。酔いつぶれで止まるパターン。あ、はい。ゆうのすけに嫉妬心あるってどういうことだ。誰がのこさんが俺がゆうのすけにあるよ、うん、あるよあいつに対してはこれ今話すことじゃなくね、あいつが若いからかわいいゆうくんかわいいって言われてるから。なるほど。そうそれずっと言ってんじゃん俺、うん、それ本人にもだから言ってるよ、本人にも、うん、だからそう同じメンバーだから俺はね。だから別にクーはクーに対してはないよ。よかった。ない若いからとかそうよかった。同じメンバーだから。器ちっちゃい俺。器ちっちゃい決まってんじゃん。お子さんが一番可愛い。うん。僕が一番可愛いの。そうで。僕が一番可愛いのにそうです。うん。お子さんが可愛い。まあ嫉妬するのお子さん可愛い。そう嫉妬するのお子さん可愛い。うん。モノくんなんかあんなさ岩石みたいな顔したやつに嫉妬するわけねえだろ。あゆうもけどそう髪切ったらしいね。そうか。うん。えくーくんものこさんもゆうくんも可愛いぞ。ありがとうございます。そう俺がちょっとなかなかそうだ。ゆうに嫉妬しすぎも良くないねって思ってる。うん、良くないって思ってる。飲み方はグイッといくのですね。誰が？いやクーが？俺そんなグイッといかないよ。俺はグイッといかない。ビールなんて久々に飲んだ。そうなんですか？うん。俺酒減らしてんだ。うん。僕なんかね、カリスマ言ってもらってがっかりされるかもしれないけど、ロックスター言われてがっかりされるかもしれないけど、最近健康志向なんで。でものこさん基本的に忙しいから多分飲む暇がないんだと思う。飲む暇、いやそんなことないよ。全然そういうことないよ。ちょっと思いますよ。そういうことないよ僕。忙しいから。確かに久々に見たらよくない。あなたはちょっととても愛してメキシコ。ありがとうございます。はい、センキュー。クーさんもお酒強いんですね。酒強いの？いや弱いです。俺健康。弱いんだ。ほんま。顔とか真っ赤になる。真っ赤にはならないですけど。あ、真っ赤にならないとさどんどんいっちゃうよね。いっちゃってでそっからもう記憶がなくなる。そう記憶がなくなる。そう。悪い酔い方するタイプ。しますね。例えば人ぶん投げたり。だから全裸で。ああ、そっか、それ言ったよね。でもそっちタイプ。あと男に。健康ロックはしない。そう男に行っちゃうんですよ。どういうこと？男に行っちゃう。おいケツの穴守んないとな、やっぱな。マジか。そうなんですよね。男にキスしたりとか。あ、そうですね。本当にそれじゃあメンバーのさドラマーのあいつとかもさあ、そうっすよね、あいつとかでもキスしたりすんだ。まあしますね。雰囲気変わる。あ、武蔵メガネ。花火大会って何？体育座りする。どこって関係ねえだろそれ。どういう質問だよお前やめろよそんななんかニッチな質問ね。花火大会って体育座りするとかさ、どうでもいいだろなもん。確かにどうでもいいよそれ知って何なんだよ。本当だよ。体育座りまあ一応するときするよ俺は。する？いや俺はだからしないですよ俺は。あぐらかきます。あぐらか。そういうことだ。メガネも近い。これ俺のメガネじゃないか。びっくりした。俺自分のメガネだと思った。マジでこいつ俺の自分のメガネだと思った。俺のメガネじゃんこれ。確かに盗みましたよそれ。やめてこれやめて。ナチュラルセットはねやめろ。手癖悪いね。もうシーフだよもう。シーフクラマだよ。シーフクラマだよ。シーフクラマっていうあだ名名付けてよ、うん、残りのろうとしてるぞってだからいや俺あれ色あのねグラさんのあのねニコちゃんのメガネはよりいっぱいあるからそれは全然あげるよ。あ本当ですか。あげる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 。APラフはちょっとまだ暑いかも。あでもそろそろ大丈夫いける。はいちょっと味見します。味見っていうか毒味します。毒味うんクラマって名前珍しいね。初めて聞いた俺も。あそうそう食うなやって何食うわほらじゃあ俺だって俺お腹空いてんだって。お腹空いたよ。だから俺昨日病んでてさもう全然何も食ってねえんだよ昨日夜。絶対食べてください。うんいっぱい食べてください。てかさあの食うってさこんな話初めてんだけどさ、はい、結構病むこととかある。まあ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 、うん、それありますけど。じゃあなんかそんな精神科とか通ってはする。あでも通ってはいますね。あお薬もらってる。お薬はもらってる。摂薬もらってんだ一応。はいこれは眠れない時とか。まあなんか今はどっちかというとこうなんだろうな眠れないまあ眠れない時の睡眠薬とかもらってないですけどとりあえずこう対面にいや意外じゃないよ別にけどやっぱ空気も、うん、人前に出るときにあーってなるときがあってそれの相談したらそういうお薬もらったりとかある。やっぱそれはバンドマンでも誰もその表舞台立ってる人でもやっぱアーティスト多いよ、うん、でもだから本当に、ね、眠れないときとか眠剤とか。でも僕は最近というかまあ生き始める前はそれの精神薬にしてたのはかまってちゃんの曲だったりとか音楽が薬になるんで。あとね本当にそれまあ僕もね昔からファンにもさお前らにも言われたことあるからさいやあとね嬉しいよ。音楽は薬になるんでお前らもさ嬉しいよ、うん、嬉しいよ。なんかそう言って俺はそんなつもりないんだけどいや本当に救われる人はたくさんいますね。自分がしんどくても人のこと幸せにできてるの素敵すぎますお二人とも。そうだから俺もなんかねにだクーくんピラフあげろ確かに腹減ってるからもうどん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 ないだクーくんのねクーくんの音楽あってねやっぱさ救ってる人いっぱいいるよ。うん救ってる人いっぱいいるよマジこれからもそうだし、うん、ね、そうだと思う。もう一袋買ってきてそういう袋でもまあ足りるんじゃない足ります。ピラフあーんとかやだよそうやね俺虫歯直した同じのためが、ね、足りるの。クーくんの音楽に救われてるよ、うん、だからほんとそういう世の中さそうこれからもさいっぱいねまだニーのことも知らないさに人たちもいるしさそれは俺らもそうだしさ新生かまっちゃんね。まあ俺ら別にけど救おうとしてまあ分かんないけどクーは、まあ、結構そんな感じじゃない救おうとしてて、うんまあ、むしろ俺は自分を救おうとして、ね、曲作ったりするからさ。確かにそれは結局は回り回ってっていう、うん、だから本当になんか自分で曲作った時は最初は自分が救われるんですよ、うん、でそれで同じように悩んでる人が同じように救われてるんだなって思って。なるほどね。だから皆様の感じてるまあ本当にかまってちゃんを聴いて、うん、救われてるっていうのは、うん、きっとのこさんも同じようにその曲で救われてると思うんですよ、うん、孤独な心同士そう共鳴だよね。共鳴するっていう感じだよね共鳴、うんうん、確かにコメントでもあるけど食うが全部食うなこれだってみたいな、うん、もうほぼお前食ってくれてよまあいいよ全然食ってよ今日もはなんか朝食とか初飯かはい、うん、はいまあ僕まだカップ麺とかあるし別に後でもいいからおい、うん、おいしいけど俺はもう食えないんで全部食べられちゃうからあお腹減ってキュッとそういうネタカップ麺なんかカニ缶うんなんかめっちゃ全部チンしたのってチンしたよ。うんなぜ2人で1つ食べようとしたの。いやそれ足りるかなと思っていや別になんかじゃあ食うは食ってきたと思ったの、うん、ね食うだけに食うってきたと思ったのそう暴走したら全然こいつめちゃめちゃ食うからさね食うだけにめちゃめちゃ食うから本当にもりもり食い、マジで全部食ってる。マジで全部食べてんじゃないですか。いや、いいんですけど。いいんですけどさ。マジで全部食ってんじゃねえか、おい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 。ねえ。うん。俺が朝食だ。いや、朝食だけど、俺だから昨日病んでて、もう死にたい、なんかダウナーな感じになってて、マジで夜。全然食ってなくて、そう、すげえ腹減ってて、今も腹減ってんだけど、なくなっちゃいました。うん、なくなっちゃいました。おもてなしご飯なんかあるわけねえだろ、お前。俺んちによ。犬の子は犬のうんこでも食っとけ。なんだ、なにこいつ。なにこいつ。の子は犬のうんこでも食っとけって。いや、ひどすぎるだろ。どういうことだよ。ごちそうさまです。あ、ちょっととりあえずじゃあこれ、ちょっと食べたんで。はい。いや、よかった。お腹がね、膨れてよかった。あー、ちょっと俺ちょっと行こうかな。ついて。あ、でもまあ、弾き語りコーナーはけど、まだ、いいや。ちょっと、あ、今日途中から来た人ね、くーくんとですね、僕、弾き語りコーナーやります。くーくんの即興ありますか？いや、もう即興もなんもね、なんでもかんでもノリでグルーブで、やったりしますよ。はい。なんかそれで、だから、そう、なんか、ハモってください。僕、ハモりできません。うん、そういうのは多分、食うのができます。いや、できないです。ボースやんない。だから、ここで、俺、だから、配信前に、一回だけだから、リハしたんだけど、今日やる予定の曲。リハしたんだけど、ちゃんと、うちは警察呼ばれちゃうから、そう、なんか、パパ、ちょっとちっちゃいね、蚊のようなちっちゃい声、うん、で、やってくださいって、そう。だからそこはちゃんと大丈夫です。うん、気遣います。ご近所さんに。日がたり楽しみです。はい。リハ1回だけした。しました。てか1回しかしてない。1回しかしてない。トラギター少年どこ行ったの？いや、もう多分自殺したと思います。2人でお風呂入りますか？入るわけねえだろ。いや、入りましょうよ。入りましょうよって。入らねえよ、もう、女も。疲れてんだよ、俺もなんか、日々、なんか最近、疲れてない？大丈夫なの？いや、もう、仕事忙しいじゃん。いや、疲れてたけど、今日で俺は復活しました、今日の日で。あ、なるほどね。会えるっていう。あ、なるほどね。いや、俺も会えるってことですごくね、ときめいてるけど、なんかやっぱ、いかんせんすげえもう体の疲れ溜まっちゃってさ。大丈夫ですよ。いやします。いやします。お前、盗んでるって話するけどな。いや、何も盗んでない。若いから元気なんで、まあそれもあるかもね、体力ね。うん、のこさんいや、俺ね、だから俺もベストアルバム関連とかすげえ忙しくてさ、そう、ニーもだから、フェスとか結構さ、ね、明日も仕事とかわかんないし、ニーとかだって、今何してる？あ、もうレコーディング終わって。あ、レコーディング終わったんだ。新しいアルバム？いや、もう、シングル。なんで、もう今日は、はっちゃけようかなと。うん、あ、そうなんだ。レコーディング終わったばっかで。はい、でもさ、8月からさ、やっぱフェスとか結構呼ばれてるっしょ。フェスありますけど、まあでも、今日はっちゃけようかなと思って。はっちゃけようかなって。なるほどね。はい。はっちゃけセット。まあ、でも本当に、はっちゃけてください。うん。この後何すんねん。この後は MV 紹介コーナーと、日当りコーナーが待ってるんで、ね、会話が弾まなくなったら、ちょっとそのコーナーに頼ろうかなって思ってます。まあでもまだ別にそんな会話がないことないから、なんか、うん、でも時間もあるから、終電も気にしないといけないから、もう8時だもんな。気にしなくていいですよ、8時だもんな。気にしなくていいですよ、うん、本当に。アパホテル以外泊まってね。わかりました。アパホテル以外もあるから。あ、じゃあ、それ教えてください。うん。いや、もしもなんかね、終電遅れてさ、ホテル泊まるって。終電早いんだよ。そう、ここから千葉県千葉ニュータウンから東京まで終電早いんだよ。うん。だって最終多分11時45分とか、まあそこは11時とかだよ。11時とか。北総線。高いじゃない。早いんだよ、マジで。まあどこでも寝れるんだよ、俺。最悪。ああ、野宿でも、公園でも。ああ、それはもう心強いわ。だったらそうしてくれ。はい。北総線。のこさん、今日美女、いつも良いわ。なんでいつも唇濡れてるのって何？どういうこと？濡れてるって何？濡れてるって何？濡れてる意味はあんの？クーくんジブリの新作見た、のこさんだ。見た見ました。あ、見た、あ、ちょっとこの話ちょっとしたいな。どうだった？君、俺見たよ。だから俺、だって、初日のさ、見てましたね。そう、初日のツイートもしたんだけど、初日のしかも、朝10時、一番初め。一番初め見たからね。すごいそれ。そう、初日っていうのか。初日これいつも間違えんね。どっちもいいや、もうどっちもいい。初日、はい。だから初日、それ見て、そう。俺は結構配信でもう結構行ってきてるんだけど、そうよ。逆にまずクーくんから。じゃあ僕は、もうストレートに。まあ、宮崎駿監督の自己満かなとは思って。自己満っていうのも別にネガティブではなく、宮崎駿さん監督が、なんだろうな、まあ、いつもこうやめるやめないっていう あれの中の、ある中でもまあなんだろうな、アート作品言ってしまえば、俺の見せたいアート作品はこれだ、っていう作品だなって思う。まあだから結構俺も今まで配信で結構ね、面白くなかったとか、いろいろ、まあ基本的に面白くなかったんだけど、理解できなかったし、そうでも同じような感じでは言ってる。だから俺はなんか何言ったっけ、近くない、俺のそう面白かった。そう、エンタメとして面白かった。俺はストーリー性としては面白くなかった。同じ。でもアート性だったり、そういうジブリとしての作品、世界観だったりは面白かった。そう、世界観とかね。そうそれね、そういうのは面白かった。世界観とか変にストーリー性を深掘りしなくていい作品かなとは思いましたね。なるほどね。そうだから絵が良かったとかね。俺もそうで、世界観とか絵はそれはジブリだからね、それはそういうのは良かったけど、ストーリーは意味わかんなかった。意味わかんなかったし、久石さんのね音楽も良くなかったしみたいな。のこちゃんの感想でね、最後にちょっと出てきた次男は何、いやこれちょっとネタバレはちょっといいや。そう、ネタバレが怖い。そう、ネタバレを俺変に言いたくないなと思って。こんばんは。評判悪かったせいか面白かった。逆に。ハードル下げ。ハードルガンサガンガン。確かにそれで見た方がいいかもしれない。そう。ヨネンさんを楽しむ映画。ヨネンさんの曲さ、俺ヨネンさんの曲さ、俺だからさ、君はどうやって生きるか、君いるか、俺ちょっとあれ、初日で見に行って、うるせえな、もう、初日で見に行って、君いるか、今、なんで、初日で見に行って、俺さ、見たときさ、終盤さ、ラスト15分ぐらい、ラスト20分ぐらいから、しょんべん行きたくて、もう膀胱が破裂しそうなって、だからもうそっからちょっと頭入んなかったんだよね。そう、ストーリーも膀胱破裂、もう最後ちょっと最後ちょっと盛り上がるとこあるんじゃないですか。そういうとことかも結構うろ覚えで、あと最後米津さんがさね、エンディングで出てくるんじゃん。早く米津歌い終わってくれって。そう、ちょっとだから米津の曲聴きたかったから、でもそれでも米津の曲、まあいいんじゃないかなみたいな感じで、でも歌い終わってくれーって言って、それで膀胱爆発してさ、もう映画館に迷惑かけちゃって。大変でしたよ。でもけどさ、歌い終わってくれて、米津、だからまともに聴けてなかったんだよ。で、俺今までさ、ツイキャスでさ、米津のエンディングさ、まあまあって言ってきたじゃん。でも最近リリースされたじゃん。俺さ、あれリリースされて iTunes です。Apple Music で聞いたの。よかった。普通によかった。めっちゃいい。普通によかった。マジ。俺、あれだから膀胱破裂しそうになったから、まともに聞けてなかったってのは本当に思って。そう、ちゃんと、俺マジで、Apple Music で改めて球技、うん、普通にめっちゃ良かった。うん、うん、よかったよかった。すごいいいなと思った。そう、パッケージも宮崎駿がね、うん、なんか書いたやつでしょ。そう MV はまだ見てないんです。そう MV だから見てないから、俺だからクーと一緒に見ようかってそれちょっと後で。見ましょう。そう、AV まだ見てない。そう、MV、AV じゃねえよ。米津の AV 見てよ。米津さんのその MV、そう地球儀の、うん、そう今日見るの見たい。俺まだ見てないから。うん、ちょっとしか見てない。なんか森のシーンでそう30秒動画みたいな、そうツイッターで、いやじゃあ Xスターでちょっと見たんだけど、 X で見たんだけど、そう、うん、だからそれだけ見たんだけど、僕だからそれでもなんかすげえ薬師を見たいな、すめっちゃ映像、それ見た？いや俺、まあ、一応見ましたけど1回しか見てない。ああそうなんだ。俺でも薬すぎ、あれめっちゃいい、あれなんか風景もよかった。めっちゃよかった。こんばんは。そこしか見てない。むしろちょっと30秒ぐらいしか、だからちゃんとちょっと見たい今日。うん、屋久島出身なので嬉しい。え、屋久島出身とかお前なんか妖精か何かかよこんなやついんのかよ。確かに人間で屋久島出身って、あそこなんか人間が住めるとこなの。まあいいや、見てみたい。だから MV 紹介コーナーちょっと行きますか。 MV 紹介コーナー行きましょうよ。クーくんの好きなジブリ作品はトトロに決まってんだろ。トトロだよ。そうだよ。いやだじゃあ何ジブリ好き？そもそもうち好きっす。あ、何好き？一番好きなのはまあなんだろうな。でも隣のトトロとかあトトロ、やっぱトトロあクーくんのなんか年齢だったら千と千尋とかやっぱみんないう感じするけどね、クークの世代だったら。でもやっぱ隣のトトロのね、千と千尋ね。でもトトロなんだ。トトロです。忖度抜きで。へえ。トトロのメイちゃんが本当に可愛くて。あ、メイちゃんそれだからトトロだろ。お前千と千尋何も好きじゃねえだろ。いやだからメイちゃんが大好きだから、うん、大好きだからトトロでしょ。千と千尋に何も思い入れないだろ。ないっすよ。だよな多分主人公さつきっていうと思うんですけど、千と千尋の主人公さつきさん、ロリコンって何や。さつきちゃんが本当に可愛いしね。そうわかる。そうさつきちゃん可愛いし、わかる。こうやって言うといつも俺もロリコンって言われる。ロリコンでいいんじゃないですか。ロリコンでも全然いいよ。俺もね、うんでトトロって、ああさつきちゃんもトトロでもやっぱトトロだよね。こんばんは、うん、突っ込んでやるよってなに僕なんかちょっとお笑い芸人としてなんかミスってます今。ミスってます。完璧です。完璧なの。ごめんね。ごめんちょっと僕もカレーにするし、誰が俺がカレーにするし、誰が俺がミスってんの。いいです。あごめんね。うんちょっとシータじゃないや、隣トトロのツッコミ失格だぞって。俺おられ芸人じゃねえバカ野郎。うん俺うるせえな。インコしたことあるわけねえだろお前。したことねえよバカ。え何シータが見た目じゃないですかあの人。だからシータにいちいちガチ恋してて。ああシータに三つ編みが好きなの。三つ編みが大好きで。だってさいやロリコンっていうか三つ編みが好きなんでしょ。こんばんは。わかるけど俺もそれわかる。締まりがいい方のそのなんか三つ編み。うんそうクーはだから24歳。うんでもそれわかる。そうニーのライブ三つ編み女しかおらん。あそうなの。うだから言ってんの。だからだよ。クーが言ってるからみんな三つ編みになっちゃったよ。私ワンチャンあるんじゃないかなクーとって。あそうか。そうだよ。全然あります。全然あるらしいです。はい。じゃあ期待しといてください。お願いしますって何？お願いしますって。お願いします。ファンの方お願いしますらしいです。どういうこと？お願いしますらしいです。はい。ちょっとじゃあ次動画コーナー行きます。ちょっと YouTube これね。はい。ファンに手を出すとどうなるかの子教えてあれってたから、俺もう教えてるよ。配信前に教えたからね。結構ディープな話したから。そう。うん。まあ別に、ファンに手出したらとかじゃなくて、やっぱね、そうちゃんとイメージというとことか、やっぱニーはやっぱね売れるべきバンドだから、そう東京ドーム目指してるバンドだから、そうだからイメージとかさ、うんちゃんと映ってるんですねこれ。あそうだよ、こうやってすごい、そうやっぱこういうの新鮮でしょ、こういうの新鮮でしょ、すごい新鮮でしょ。はい、じゃあちょっと先に僕ちょっと用意してるんですけど、僕ちょっと先に僕の2位の僕ねこの曲をね紹介したいです。2位の多分親戚うちのファンだったら知んない人いるかもしんないけど、はい2位の「本日の正体」っていう曲があるんだけど、そう本日これも MV 俺見てないんだよね。 MV は見てないんだよ。じゃあもうマジでこのタイミングで見てほしいです。 MV があるってことを知って、そうちょっと MV 見て、そう本日の正体、この曲マジかっけえから、そうクソかっこいいよね。そう本日の正体、とかもう出てるかもう出てるわ、お前がもう2人いたわ、俺がいたわ、2人いたもうすでに。はい、本日の正体、うわちょっとこれ広告がちょっと長いやつ、広告がこれちょっといいね、これちょっと買いたくならない？これめっちゃ買いたくなるね、やっぱそうだよね。これは荒野行動、これ荒野行動なんだ。これやっぱじゃあ買わないと、買いたくなってくるよ。そうですね、今から買いますね。分かった、今から、いや配信終わった後じゃあちょっと買ってね、よろしくお願いします。今プレイします、か、はい、やめろよお前、お前変なこと振るなよお前、こんなことになってるからよ。はい、じゃあちょっと広告スキップで、じゃあ行きます。じゃあ2位でね、本日の正体、はいチェックラウ、行ってみよう、はい、いやマジかっけえ曲だよ、嬉しいな。ちょっと俺も見せて、でもかっこいいねこれ。これこのメガネも俺持ってるよ。持ってます。持ってるよこれ、こういう感じの。ぜひつけてください。はい。これどこの工場？ゴーカートができる場所。茨城。もうすぐ場所です。いいなこの場所。今日かっこいいっしょ。黄色が赤だね。解説の声聞こえにくいです。いや解説してません、ほっといてください。ちょっとお前らも曲聴いて、曲マジかっけえから、いやいい曲だよね。いやだからもう売れるよなニーな。もっと売れてくれ。そうですね、これはロッキン出れるわ。やっぱ2位いいっしょ。そうそうそりゃ売れてるわけやな。でしょ、全然まだまだ売れるよね、ニーって。その可能性しかないわな。そう、これもっとの伸びていいよな。次のツアー全部しよう。ありがとう。じゃあ2位で本日の招待でした。でした。これとかもさ、10ヶ月前か。10ヶ月前で、そう。10ヶ月前で、あれよ。10ヶ月前で、94万回再生とかさ、そんなことないっしょって感じするんだよね、俺はね。嬉しいな。そう、10ヶ月前で。俺だからもっとさ、いや、もっとむしろ200万、300万回再生とか、もっといっていい感じの、ね、MV、ね、曲だと思ってるからさ、もっと再生されるべき、ね。いや、嬉しいです。って思うけどね。恐縮です、本当に。だからこれから、これからもっとね、またね、知名度ね、上がってもらいたいような感じなの。ありがとうございます。はい。94万もすごいけどさ。はい。ちょっとじゃあ、ね、2位で本日の招待、ちょっとね、今ね、聞いて、皆さんね、1000万再生だろうね。皆さんやっぱね、初めて聞いた人も、ね、行きたい。ライブ行きたい。2位好きになったって人、天才。きっとこれ、完全にクリトリクリスこれじゃん。まあ、杉村さんもすごいですけど。はい。あの方もそんなですよ。あ、うつフェス、あ、俺のうつフェスか。うつフェス、ちょっとうつフェスもうつフェスで、ちょっと、俺ちょっとこっちのニュースなんだけど、そう、うつフェス来た。ちょっとこれだけ、うつフェスのちょっと、そう、かまっちゃんの AV 紹介してほしい。あ、でもそれはね、なんかね、それはね、あ、そう、AV じゃねえよ。かまっちゃんの AV じゃねえよ。なんで俺が、誰とセックスするんだよ。これちょっとリツイートさせて。はい。ごめんね。逆になんか、2位のキンキンのニュースあったら、最後に、それちょっと、かまってちゃんファンとかに紹介してあげてよ。まあ、今じゃなくてもいいけど。あるとしたら、本当に9月あたりに、9月、10月あたりに、ツアーがあって、ぜひ来ていただけたらなと思います。ああ、ツアーが。はい。ね。なるほどね。全国ツアー？そうですね、全国っていうか、ところどころで行ってって感じで、全国ツアーとも言うか。あ、そうなんだ。ワンマン？ワンマンです。でも対バンだってないんだもんね、対バンツアーが。なんか一番でっかい箱とかだと、その時は行くの？今回は東京の豊洲ピット。あ、豊洲ピットか。豊洲ピットだと、あれも3000ぐらいだよね。そうですね。さすが。いや、もっともっといけるよ、豊洲ピット以上。やっぱ武道館、ね、武道館、東京ドームでね、にフェスやって新生かまっちゃんを鳥にするんだよ。しますよ。そうね、俺らが鳥っていうわけわかんないけど、2のフェスなのに絶対します。埼玉スーパー。いや、でもまあ本当にね、やっぱ今聞いた感じでもわかるし。で、逆に僕がかまってちゃんの良さを伝えたいです。ああ、だからなんかね、だから MV 紹介コーナー今日やるよってことで、そう、クークもその LINE で結構なんか上げてくれて、お前なんか10個ぐらいあげたよね。10個も絶対見ねえかんな。てかもう1個、いや、いいよ、1個だよ。1個だよ。もう10個ぐらいライブ動画とかいろんな動画を送ってきて。そんなに、クーくんのおすすめって、だからそれ10個ぐらいLINE で送ってる。まあ、でも俺の思いのある、今回は、じゃあライブ映像で。ライブ映像いいよ。ライブ映像。何？あ、自分で打てる。はい。いや全部見ねえよ。全部見たら明日になっちゃうから、朝になっちゃう。どれセレクト、なんかライブ映像とかなんか MV とかあったけど、どれだろう。夕暮れに、まあいいや、ちょっと朝でもいいじゃない、夏休みだよ。まあ僕は小学生だったらね、体調は大丈夫です。メンタルは良くないです。今はいいけど。え、これちょっと待って。これ2000、あ、これも送ってくれたね、はい、そう、これは2013年の10月14日の、もうほんと10年前のライブ映像ですね。うん。2本でもいいですか？ 2 本でもいいよ。じゃあ、まずこれ。じゃあちょっと、申請、じゃあクーがちょっと、じゃあ紹介してくれたら、はい、自分でやるのかな。この曲は夕暮れメモライザーで、夕暮れメモライザーって曲も本当に大好きだけど、このライブ映像を僕は、自分がどん底の時に、これを見て俺は、なんだろう、本当に救われてたって言ったらもうなんか軽い言葉になっちゃうけど、もう本当にこれを見ながら俺本当にすげえ憂鬱なバイト先行く時だったり帰り道に俺これを聞きながら帰ってたやつで。ああマジか。はい、いやありがとう、嬉しいわ。孤独な時に聞いてたやつなんで、このライブ映像。はい、いやそんなライブらしいっす。そうです。はい、じゃあそんなクーを救ったライブ映像、皆さんで見てみましょう。ぜひね。はい、じゃあでは行きます。いやいいね、ライブハウス。いや懐かしいな。本当になくしたら少し寂しいからって思ってた。そして僕はなくした。懐かしい。10年前だからね。金髪時代。あ、昨日も見て、あれあったね。見るよこれ、本当に。ちょっと俺久々に見るから、ちょっと見てみて。俺も久々に見たよ。美佐子さんのこの腐ってもロリコンっていうこのシャツ何なんだろう。これっていや何ツアーか覚えてない。スタートは諦めない。ああ、4月のスタートは諦めなくて歌詞が始まる。その時のクーリー、ああ、入学式だったりとか、まあまあみんなめちゃめちゃ刺さったんですよ。その時の夕暮れが確かにめちゃめちゃいろんな感情が混ざってて、頑張ろうって言ったんですよ。諦めてしまったんですよ。それがずっとあってるスタートライン対バンというか、ロリータ、確かに下北シェルターだもんな。最高だな。ありがとう。何？俺もけどこれ久々に見たこの動画。素晴らしい。なるほどね。クー君はそうドストライクだったんだね。その時ね、本当4月のスタート。いや、ありがとうございます皆さんも。4月のスタートはそこ、本当にそこがすごくグッときて、なるほどね。諦めないよとか、諦めない、それが嫌な言葉だっていうのがめっちゃわかるんですよ。まあまあ4月のスタートって就活だったり、就職活動、就職とか入学のスタート、そこのスタートラインに俺は立ててないっていう時期が本当にあって、その時聴いてたから、もう涙が本当にこの曲は出る。本当に出る。こんばんは。いやでも本当クー君もちょっとね、皆さんもコメントもね、ありがとうね。いや照れくさいよな、もう。これ本当に今抱えてるそのね、同じようなに抱えてる人たちに本当に聴いてほしいの。本当に自分って今の状況とか。これが4月でもなくていいんですよ。もう5月、6月、8月、7月、9月、10月、11月、12月のおのおののスタートラインに、そう諦めてもいいんだよでない。それはめっちゃわかる。諦めて楽になることがあるから。そう、僕はけどやっぱ、まあ結構諦めるみたいな、そういったなんだろうな、まあ。いわば言葉、漢字、あれだ、定年思想みたいな、そう、これ合ってるか、定年思想みたいな、そういったの僕はやっぱ人生でやっぱ昔からあるから、でまあ歌手にもしてきてて、そう定年思想、そうなんかでもまあ諦めるっていう、僕はなんか諦められる、まあなんか歌詞の説明してるわけじゃなくて、なんか諦められるっていうのは、諦めるってネガティブな言葉みたいな、なんか世の中ね、やっぱ昔からあるけど、諦められるって俺はポジティブな言葉だと思ってんだよね。諦められるってそうポジティブな、そう言葉だと思ってるからさ、俺は。俺もずっと配信でも諦めるって今まで言ってきてんじゃん。あれって俺ポジティブだと思う。諦められる。そのポジティブっていうものを俺はかまってちゃんから教えられた。そう。まあそう。まあ僕の場合、まあ僕また個人的な話すると、僕の場合はまあ諦めてんだけど、どっかしら本能で諦めきれなくて、まあ抗ってるとこもあるんだけど、まあね生きていく限りやっぱそういったこともあるから、俺の場合はそうなんだろうけどさ。でも砕ける、漢字がちょっとね読めないねこれ。たくける。どうですか。これ。登る諦めことでわかんないですね。たける。ああちょっとバンドマンみんなバカなんで。登るたける。あ、ていうかクーも中卒なんだよね、さっきのが聞いた。そうクーもね、あのね、中卒でバカって言ったらあれなんですけど、中卒同士な、中卒こんな漢字読めないんだよ。中卒の漢字読めないんだよ。開ける。あ、開けるね。夕暮れの時間が優しいって言うよ。ありがとう。いやちょっといや本当に。まあちょっと次行こうぜ。オッケー。次何？俺いいですかちょっとじゃあ。うん。あ、いいよ。何？次また。次はなんじゃらほい。いやありがたい。次はなんじゃらほいですわ。お、よさの向こうか。違います。よさ。こんばんは。うん。あれから僕たちは何かを信じてこれた。ちょっと待って、これ。あ、ヨザーの虫とどこまで、ちょっと待って、これじゃあ、これは、申請がヨザーの虫とどこまでの2015年、はい、これも約8年前のやつですね。これも、これを同じ時期ですね、俺の。ああ、さっき言った若い頃に、うん、これ今日見たそうなんだ同じ時期がなんかさっきと同じ時期に見てて、うん、はい、とても救われたと。そうです。はい、この夜空の虫とどこまでもセンサーも好きなどこまでも曲を聴いて、確かにこう歌詞ってないような感じじゃないですか、うん、でもタイトルが全て物語ってる。ああ、でもまあそうだね。でもそうだね。これ歌詞ないし、そうだね。だからそれで、この曲を聴きながら、夜空の虫と、なんかどこまでも行っていいんだなっていう、なんか行っていいんだなってよりかは、なんか行けるなって思う。なるほど。うん。なので聴いてください。聞いてください。まあ俺のライブだけどさ、おかしな話でも聞いてください。はい、僕やってライブですけど、わかりました。聞きます。僕もこれも多分絶対久々に見る動画だと思うんで。じゃあ新生ガチョヨーザーの虫とごめん。チェックアウト。いけ。俺もちょっと久々に。初めて見る人。あら。歌詞が。こんな髪型してたんだ。これ下ネタ言ってないの。この曲で入り方いいね。入り方いい。2015年ちょうど今正義来た。いや関係ねえだろ。関係なさすぎる。まあお大事に。走りません。いやもうマジでこれ拍手です。いやいやありがとう。いや要はじゃあちょっと新生かまちゃんで僕らのね昔のライブで夜空の虫とどこまでもでした。はい。めっちゃ名曲。結構ガチで。パチパチあといやクーもあらクーくんもあらとクーもあらと俺。これ一緒にもう本人と見れるのがやばい。あと8個いける。いやいやいやいいよ8個はいいよ。8個はちょっとあマジ帰りの電車で見てくれ。帰りの電車がどっかアパホテルとかでちょっとね爆音で見てくれ。いやでも寝といてってねまあ寝といていいって言うけどまあでもちょっと待って次いや本当あらと夜空の虫とどこまでも僕ちょっと次はあそううつフェスねよろしくねまあうつフェスはうつフェスでちょっとまた後で次僕はさっきも言ったけどクーさんのいやだから2見たよ。いや全然もういいや次のそのあれ行きましょう。米さん地球儀を僕ちょっと見たいんでそう日当たりコーナーもあります。あらとおやすみなさい。おやすみってお前ジジババアかよ早すぎるだろ。米津さんのちょっとねちょっと地球儀を僕 MV ちょっとフルで見たいからそれをちょっとねはいまだ見てないからそれちょっとそれをまた一緒にねクーと一緒に見つつなんか感想を言い合いたい。米津引かれるってのは引かれたこいつ。いやあら米津キックバックのあれじゃないですか。んキックバックああキックバックのね地球儀まだ見てない人結構いいね。これか2日前2日前で223万回再生。いやもうやっぱ米津ブランドだともうそんぐらいいくでしょ。いやジブリですからね、天下のジブリですからね。まあでも本当曲良かった、まあ、Apple Music で聴いたとき。じゃあ MV 込みでちょっと俺改めて見たい。さすが米津、広告ねえじゃん。広告もつけない神だ神だ広告もつけない神だね、神がいたさすがヨネス、ヨネスさん、さすが広告つけません。じゃあちょっとこれちょっと僕もちょっと真面目みたいな、これヨネス、これヨネス、いつもこれ下の名前俺失礼なんだけど忘れちゃうんで、ヨネス原始だよね。原始か、原始だ。俺はじめ元帥って呼んでたからね、これ元帥、そうはじめ剣士だよね。米津元帥ってなんか軍人みたいな名前だったんで元帥なんだね。剣士か、米津剣士、剣士で地球儀。いやこれだから僕も映画でね、チンポコ膀胱破裂しそうになって終盤ね、そうちゃんとエンディング、そうそうそう、早く米津歌い終われこの野郎って。でもやっぱいい曲でした、アップルミュージックで改めて聴いて。いやでもそうそうそう、とりあえずちょっと MV もなんかすげえ良い感じするから、ちょっと役すぎだろそれ、こんな場所絶対ジブリ感も感じるしね。だから俺もちょっとなんか30秒ぐらい見て、そうちょっとフルでちゃった見ます。じゃあよろしくお願いします。じゃあ米健さんで地球儀でーす。じゃあ行ってみよう。はい、いいね、いいね。もう役すぎだよね、これね。あ、これトトロとか用意してないね。ずっとこんな感じ、俺、だからこのシーン。はいはい。これいいよな、俺もやりてえよ。俺も、ヨネズ、ほんと俺もさ、一緒にさ、ヨネズさせてくれたよ。いや、俺こういうとこで MV 撮りたいもん。マジマジ。こういうとこで MV 撮りたい。曲。顔出していやーメロディーよね。いやほんとやっぱ改めてほんといい曲だと思った。風を受け、走り出す枯れ木を越えてく。この道の行く先に誰かが待ってる。光さす夕日の沈む日。いや、この曲でこのロケーションって、いいだろよです。映画館ですよ。俺だって、チンポコがなんか、勃起してなかったらお前、泣いてたわ。泣いてた。いや、本当に。いや、改めて聞くと、だから、そうそうそう、俺も。愛した、あの人は。いいね、これやっぱ映像めっちゃいいね。じゃこれがのこのチンポを苦しめた曲じゃない違う。お前、履き違えすぎ。俺が言ったこと。映像めっちゃいいね。これ今日もかなり予算で、まあ当然ヨネスさんだから、予算いっぱい出てるからね。そんな MV 撮りてえよ。それ撮るの多分、5000万ぐらい。5000だ。わかんない。5000万ぐらいだ。何 K カメラ使ってるんだって。200K とかだもん。4K とかそんなんじゃねえだろ。ヨネズさんだぞ。米津ヒットブランドは作れないよ。まあまあ、それはさ、当たり前だろ、この野郎。寂しさを抱え、ニーもそうだし。僕はユネスやっぱ、TikTok 結構ヨネス出るね。確かに。ね、俺も、はっ、お前は、地球儀を回すように。ね、がっつりね。あ、これでもう終わり。ここら辺で、まあ、映画見たと思うけど、はい、宮崎駿ってバーって出てきたんだよ。出てきますね。そう、ここら辺最後に宮崎駿って。それでようやく俺は、あ、これ本当に宮崎駿作ったんだって。この映画。そう。いや、なんでって、いや、だから、何かやっぱ、面白くなかったから、宮崎駿バーってできた。あ、よかったって。あ、宮崎駿がちゃんと作ったんだなって。そこで確かに安心するのちょっとわかるかも。うん。ジブリ感けど、これは結構意識したっしょ、米津さんもね。ジブリ。米津もやっぱ、ね、ジブリのね、これね。このね、だってこれ、訳すぎってそもそももののけ姫のね、参考にした場所でしょ。あ、そうなんですね。確か。訳すぎってそうじゃなかった？そう、ものけだよね。うん、だからやっぱ、今回のこのね、MV。いや、俺けどこの曲やっぱ改めて聴いてさ、やっぱ僕はやっぱ本当にいい曲だと思った。いや、すごくいい曲ですよ、本当に。うん。いや、俺はね、こういう曲、逆にあんまり作ってきてないっていうか、作ろうとまで作れるのかわかんないけど、なんかこういうピアノでポーンみたいな最初、クーはどう？なんかこういう曲。いや、でも作ってみたいなとそう思います。クーは作れるんじゃない？まだ、いや、本当に。こういうのってでもやっぱり。まあ、シンプルかな。音数少ないこういうピアノのね、バラードみたいな。やっぱこういうのも作ってみたいなってめっちゃ思いますね。いや、ね。いや、そう、だからちょっと、ヨネズさんでね、地球儀でした。はい。ね。お、いいよな。サビのメロディーな。まあそう。けど、米津って、やっぱ昔から、なんか和風のさ、音階出してくると思うんだよね。そうですね。だよね。多分そういうコードスケール使ってんのかなって。スケール。音階。5拍子とかもあんね。5拍子とかわかんねえ、そう。そう。和風、けど、だってパプリカとかもそうだしさ、なんだっけ、なんだっけ。打ち上げ花火も、あれもそうじゃん。打ち上げ花火も結構和風感。結構、そう、ヨネさん、ほんとやっぱ音階、ね、そう、サビのテンション、馴染みやすいみたいな。だから、まあなんか、だからしっくりするのかなとか。まあある意味、宮崎駿になんか好かれる理由もわかる気がする。宮崎駿が、なんか米津のね、パプリカ聞いて、使いたいってなったんでしょ。宮崎駿がなんか、わかる？なんか好きな。8じゃなくなってから結構万人に当てに行ってる。まあわざと、まあ8時代も俺、だから昔から俺8時代から好きだからね。じゃあ、米津さんでした。じゃあ、MV 紹介コーナー終わりにします。はい。素晴らしい。いや、俺だから、チンポコもげそうだったから、ちょっとね、早く歌い終わられて、なんか、まあまあって今まで配信では言ったんだよ。米津の曲はまあまあだったよって。でも改めてだからね、Apple Music で聞いて、ね、MV でこうやって見て、普通にいい曲だわ。さすが天才米津。負けてらんねえな。負けてらんねえな。バンドマンの俺らで行きましょう。バンドマンのもう負けてらんねえなんて。俺らまだまだ大丈夫だよ。全然。負けてらんねえよ。負けてねえよ。負けてねえ。何負けたようなこと言ってんだお前ら。お前らね、俺たちが負けたみたい、負けてるみたいな。負けてねえだろ。おい、何言ってんだよ。全然いけますよ。そうそう、売れてるか売れてないかだけだろ。なあ、なもんよ。確かに、確かに。確かに、そうだよ。そうだよ。いやいや、あんたらやんって。いや、まあ、俺らは先に行ったんだけど。俺らが先に行っちゃって。これから売れる、そうだよ。うん。まあまあまあ、いや。いやいや、まあまあまあ、勝ってるよ、売れてる。いや、まあまあ、でも全然やっぱね。いやいや、やっぱ。いや、ちょっとあやと、いや、なんか楽しかった。なんか、こういうのも新鮮で、ちょっと。すごく楽しかった。うん。あやとね、新鮮かまちゃんも流してくれて。何なんか難しい感じで、これ何イヤハシって。これイヤンって読むんですよ。イヤンって読むの？ニーの曲で、イヤにあえぐで。あー、イヤンってさ、なんかさっきからコメントこれあるよね、イヤンって。イヤンみんな。なんか、好きです。イヤンみんな。イヤン流そうぜ。イヤンでも MV ないのイヤン。イヤン MV ないのなんかさっきからコメントでイヤンめっちゃおすすめってこいつずっと言ってんだよ。この人ずっと言ってんだよ。だから、イヤンって MV ないのかよ。MV ないですね。あ、ないのか。はい。ないのか。まだ今度聞きましょう。聞きます。はい。イヤンめっちゃいいの。いや、わかったわかった。わかったから。わかりました。みんな言ってほしい。わかった。わかりました。いや、でも本当に、やっぱ2位はいっぱいいい曲あるから。うん。よし、じゃあちょっとそろそろ弾き語りコーナー行っちゃうかな。そうなんだ、OK、わかった、覚えた。MV はない、そうなんよ、OK。2位で一番好き、わかったよ。わかった、ありがとうな。熱いリクエスト、熱いリクエスト。Apple Music で聴いてみよう。ちょっと俺のタバコ吸っては、ちょっと弾き語りコーナーちょっと行こうか。いや、もう9時だもん。ちょっと9時だもんな。ちょっと声とギターを抑えていくね。じゃないと警察いっぱい来ちゃうから。自衛隊とか。そう、呼びましょうじゃん。ダメだよ。ダメだよ。自衛隊とかまあ呼んだら戦争だと思われるだから。近所の人にダメ。俺も本当に3アウトどころじゃないんだ。追い出されちゃうから。だからそうちょっとちゃんといい感じに。そう。はい。リビングでやる。でもまあ本当音小さく歌声も小さくやるから。大丈夫。そこはちゃんと配信前にその練習もちょっとしたから。うん。ノコアラートって何？ノコアラート。実よ。そう、花火大会配信はしないってないが、あ、2位するっしょ。花火大会配信 ?2位。メンバーで。あ、メンバーで行って。あ、やりたいっす。おい、ぜひやってくれ、ツイキャスかなんかで。やりますよ。インスタライブで。やってくれ。2位もなんかメンバーで、なんかインスタライブとか、そういった配信ってやったことない？まあ、あるんですけど、そんな、もう2回ぐらいやったとしても。ああ、そうなんだ。かおちゃんとかは、だってかおちゃんってもともと俺の配信めちゃくちゃ見てた。めっちゃ見てるって言いましたね。かおちゃんとかもないの？かおちゃん単独だったらあるんじゃない？インスタライブはまあやってるっちゃやってますね。ああ、そうなんだ。メンバーでこうやるとかあんまないかもしれない。ああ。まあ事務所によって厳しかったりとかもあるかもしれないしね。まあ確かに。わかんないけど、ちょっとユニバーサルっていうね、大手事務所だからに。そう。そうですね、確かに。そう。お腹気になりすぎるって。さっきお腹ってなんだよ、お腹って。俺じゃないでしょ。俺じゃないよ。俺がお腹膨れてるわけないじゃん。こんなさ、さっきさ、チャー、エビピラフ、全部食われてよ。妊婦さんなわけねえだろ、俺がよ。むしろ、だからこいつに全部食われたからさ、エビピラフ。あ、俺が食ったから、あれか、お腹がちょっと膨れてるみたいな。俺じゃないでしょ、だからお腹って。確かに。俺じゃないよ、だってなんもないじゃん。ほんとだ。だからクーくんじゃない。いや、俺は別に。あ、これか。なんだこれ。お前食いすぎ、全部エピラブでこうなった。そうです。なってないよね、これね。お前さ、ほんとさ、ちょっとさ、警察呼んでいい？いや。警察呼んでいい？お腹いっぱいなんだよ。いや、身体検査使う。なんだよ、俺、いや、マジで気づかなかった。いや、ちょっと待って、何入ってんの？ちょっと待ってよ、お前。これは絶対盗んじゃダメ。これ絶対ね、これファンからもらったやつが出たし、これは俺好きなやつ。なんだこれ、全然気づかなかった。ポケットを見て、ポケット何入れたの？お前小銭入れてんだ、10円玉いっぱいよってね、この野郎。お前よ。本当に何も入ってる。本当にっていうそこで使うやつって大体もう嘘ついてるやつで。お前見せろ。これも俺の思い出なんだよ。ファイナルファンタジーのこのさ、昔のさ、ね、30年前やってた頃のさ、みんなしないと思うけど、お前これ絶対ダメだって、ふざけんな、お前これ。どっから持ってきたこれ、お前。どっから持って、俺結構奥にやってたやつだ、ごめん。わかんないっすよ。お前これどこにやってたやつなんだ、俺もわかんない。マジでマジでびっくりした今。もうでも分かんないっすよ。まさかまさかのやつお前盗もうとすんなお前。またいやちょっとやめ。いや結構大切なやつだったからほんまな。うん。いつの間にか入ってたかもしれないこれ。いつの間にか入るわけねえだろさっきのが。畜生。いやトイレタイムからさ本当にいや全然気づかなかったマジで。うん。もうない。もうない、いや、もうないと願っとく。これはちょっとリスナーが言ってくるわ。あ、そうですね。うん。いやいや、クーくんもね、これお茶目、タイムですね、マジで。お茶目タイム。まだありますよって、まだあるの？まだあるの？ないないない。まだあるの？まだあるの？右ポケット。だから、やっぱ絶対にとか、確かに本当にとか。ちょっと待って、何これ。だからこれさっきのやつ。ワンチャンこれもやだ、もう全部ダメ、うん。全部ダメだよ。メガネあげるから。どんだけ入れてんだよ、こいつの話。どんだけ入れてんのもう絶対ない。もう本当にないよね。パンツの中に確認もしてないよな。うん。まあでも全部今ね、大体開けたから大丈夫だと思います。はい。いや、ちょっと、もう一杯、大丈夫でしょさすがに。本当に大丈夫。うん、ちょい跳ねてみなって、ヤンキーやん。ちょい跳ねてみなって、ヤンキーだよね。だって、カツアゲするときのあれ。カツアゲするあれ。小銭を確認するときのやつって聞くな。はい、ちょっと弾き語りコーナー行こう。行きましょう。もう9時だから。そう。9時だから弾き語りコーナーちょっと行こう、これ。弾き語りコーナーです。弾き語りコーナーやります。楽しみ。何の弾く？ちょっとお楽しみに。まあ今から弾くんだけど。ちょっと、まあ別になんか隠すあれもないんだけど、ニーの曲からやります。いや。ニーの曲と、ニーの曲とかまってちゃんのね僕の曲をちょっと練習本当に1回だけした1回したぐらいこれマジで配信前に1回だからちょっと俺もちょっとニーのファンの人にはねちょっとあれだけどふわりがね俺もちょっとこのさっきの本日の正体って MV 流したじゃん俺ほんと最近それめっちゃ聞いててめっちゃ聞いてんだけど歌うときにやっぱ俺の曲もさやっぱお前らさ難しいって言うじゃんね歌うのやっぱ難しいいやそんなことまあでもまあ難しいだから自分では分かんないんだよ俺もそういうもんファンに俺の曲難しくないよってでも難しいでしょ俺の曲ファンうちのファンカラオケで歌うの全くそうかまちょそうだからさそういうもんなんだよ俺もだからそうでしょだからちょっと今日ねやっぱこうやって音楽家同士なんでやっぱ難しそうギターこんな音量も下げて声もね落としてちょっとそんな感じですけどお時間的にちょっとじゃあ本日の正体をねちょっとね歌わさせていただきますちょっと厚かましいですが歌わせていただきますいきましょうちょっと待ってじゃあ俺じゃあ歌詞ねそうだあそっかあちょっと待って俺これさのこさん俺このスマホでコメント見てるんだけどちょっとこれちょっとコメントパソコンでもちょっと見れるんだけど見ましょうちょっと一回これ使わせてはい行きましょう BGM ね BGM 切る BGM 切るしちょっと行きましょうちょっとリバーブつけますみんなあれギター聞こえるいや聞こえるクーのいい音クーギターうまいよねいやそんなクーくんギターうまい聞こえるクーくんギターうまいよねちょっとカメラのあれでちょっとギターちょっと映りづらいですけど、あ、でもあ、そうやって弾ける。あ、マジお子さんアルペジオできるの？できるわけないじゃん。20年ギター弾いてきてるけど、絶対弾けますよ。ちょびっとぐらいできるわけど、こんなにできる、こんな感じでできないけど、こんな感じではできない。僕のギターでも、僕のギター、僕の顎ギターちょっと貸して、今貸してます。ちょっとじゃあ本日の、じゃあちょっとこれね、これちょっと一回歌詞、今コメントはコメントでちょっとこうして、こっちで待って、まんまの全然。ドキドキする。いや俺もドキドキする。なんか俺もドキドキする。これそう、配信前もなんかさ、ちょっとね合わせたんだけど、すごくなんかそうドキドキ、なんかそう変な緊張がね。ちょっと本日の正体のドキドキしてきた。いやお前らもドキドキしてってことは、こっちもっとだよ。だから本日の正体って曲を2回やります。なんでかっていうと、ゆっくりバージョン、ゆっくりバージョンと原曲のスピード速さバージョン2回やります。それも1回だけ練習したんだよ。1回だけしか練習してないんだよ。1回だけしか。うん。だからゆっくりバージョンからちょ贅沢、そう。ちょっと僕からのリクエストでちょっと、はい、これは本当に僕からのリクエストです。はい。緊張するな。そう、本日の正体、そう、僕からのリクエストで、ぜひって、はい、僕からのリクエスト、ぜひちょっと配信でちょっと一緒に歌いたいです。ゆっくりバージョンは2ファンも、まあまあ分かんないけど、2ファンも確かにあんまけど、確かに自分の配信でもあんまり、ああそうなんだ、ね、本日は知らない。ちょっと僕のねボーカルが雑音になるかもしれませんが、じゃあちょっとやろっか、やりましょうか。あと僕あれ何回もちょっと言わせてもらいますけど、ふわりがちょっと怪しいんで、まあ声はまだちょっとまだ大きいので大丈夫なので、じゃあちょっとどんな感じでワンツーワンツースリーフォーで、さっきいきなり歌から言ったじゃん。それでいくか、イントロ入れるか。イントロ入れて。わかりました。イントロ入れた方がいい。じゃあ俺がイントロ入った後にワンツースリーフォーで歌入る。あ、ギョイギョイギョイ。じゃあ改めて、ニーで本日の正体、ちょっとアコギバージョン、こうゆっくりバージョンみたいな感じで、のこちゃん with くーちゃんでいきます。でも誰にも言えないでしょう。みんなにも言いたいわ。からわず僕たちの運命むさぼる軽薄な人生。明日も語りかっこよすぎる。ありがとうございます。ちょっとかっこいい。パチパチありがとうございます。ちょっと今いや俺僕はよ気持ちがやばい。いや僕もすごい嬉しいです。ちょっとあお茶爆前とかっけえがよかった。最後最高。しっとりしたよかった。2人ともよかった。いやいやはい。これ結構終盤結構速度速くなったよ。速くなりましたね。速いバージョンまたやるんだけど。早いバージョンか。今の早いバージョンか。今の早いバージョンなの。うん。あはなちゃんありがとう。そう今の早い今のがむしろどうだろう。どっちもよ。これのじゃ倍速ぐらい。倍速ぐらいなの。今の早いバージョンでやった。今の早いバージョンです。あそうなんだ。じゃあゆっくりバージョン次。ゆっくりバージョンいきましょう。ゆっくりバージョン。早いバージョンやった後でゆっくりバージョンやってなかなかないけどね。なかなかないけどね。これの倍速やばいっしょ。これの倍速やんねえやね。なかなかない流れだけど先にゆっくりやっとけよってお茶ばかりだと先にゆっくりやっとけよ最初に早いのやったわ。早いのやった後しっとりさせるね。しっとりバージョンまあまあこれもけどしっとりバージョンむしろレアだからそうですね。逆にこうバラード的なはい。じゃあ皆さんちょっとねしっとりした感じでね外に出てね外の公園のね中にあるベンチに座って夜景を見ながら聴いてください。しっとりとじゃあゆっくりバージョンいかせてもらう。歌詞さなんか途中ちょっとミスった。大丈夫見る？歌詞絶対必要ないと思った。俺とか絶対歌詞必要だけど。ちょっと待ってください。あもういけます。オッケーです。ありがとう。一部だけね。じゃあいきます。じゃあ次は次は本日の正体2位で本日の正体ごゆっくりバージョンちょっとレアバージョンでまたアコギで弾かせてもらいます。これちょっとどんなテンポなんだろう。じゃあ弾かせてもらいます。イントロからはい。機材の流れに揺れる不思議な世界で歩けなくなった僕の隣で灯る夕焼けの焦燥くだらない話で笑いたい何気ない言葉で歌いたい話せなくなった僕の後ろで笑う過ち生きたらさまよう夜の中で眩しすぎる街の明かりに火をつけて叶わない僕たちの運命を貪る軽薄な人生よ明日もまた同じ世界で歌うから傷つける本日の正体はいつでも目の前で泣いている誰よりも脆く弱く生きてたいのですいつまでもばかり焼く僕は周りの目にも見えてますただの被害者面で害悪者つの間にか一人になって、だけどそれにすら気づけなくて、自分は間違ってないんだ、だけど僕も自分が嫌いです。愛してほしいだけ、誰でもいい、視野だらけの服みたいな僕を捨てないで、耐えきれない心の苦しさはさりげなく枕に滴るの、バカだね、でも君が知れて笑って抱きしめる本日の正体は気づかないほど身近にいるさ、誰よりもそっと静かに見守るのです。感情は誰かのためでもないから、呼吸を繰り返す僕なの、生まれたのは誰かのせいですか？僕の正体は誰ですか？この流れる涙は嘘ですか？誰に向けてたんでしょう？意味のないこの怒りは叶わない僕たちの運命を貪る軽薄な人生、明日もまた同じ世界へ歌うから、忘れてく本日の正体は確かに僕の内側で、まだ臆病にもろく弱く生きているのです。また会いましょう、oh, yeah.ちょっとじゃあ、本日の正体、ニーで本日の正体、ゆっくりんぐバージョンでした。これはこれでやっぱいいよね。俺もいいと思う。なんかこれはこれで。コメントでもなんかちょいちょい見たけど、やっぱね、よかったよね。よかった、本当に。はい、あおちゃんがくれた。でも本当ありがとう、俺。最高だけど、ありがとう。ありがとうございます。はい、ちょっと僕、素晴らしいなって言ってしまう。めちゃくちゃよかった。いや、でしょ。ね、これはニーのファンにもね、やっぱね、マジで2人のコラボ。はい、ちょっと僕もね、ちょっと足引っ張ってと思います。失礼します。お邪魔ください。最高ですもんね。はい、お邪魔ください。夢ですもんね。2人で屋久島に MV 取り行こう。そうだな。行きましょう。今のゆっくりバージョンでな。アコギバージョンとして。アコギバージョンで。ちょっとね、屋久島で、ヨネズさんのね、お金出してもらって、失礼します。歌わせてください、かまってちゃんの曲を。そうなんですよ。俺の大好きな曲を。ニーのクークがそう大好きな曲をちょっと、はい、ぜひとっていうか、まあまあさ、俺からだから俺とぜひとかぜひとか、そうで、なんかそうかまってちゃんのそうメモライズじゃないよ、さすがにね、さすがにメモライズじゃないよ、さっきね流しといて、そうで、なんだろう。何かしら、うん、よさの虫とどこまでもとかね、そう、あれ歌詞ないけど誰が暴行の人だよ、お前。暴行の人ってどういうこと？よいしょっと、算数の先生。ちょっと寒いな、やっぱ。脱いだ若干寒い。あ、若干寒い。いや、俺大丈夫、もう引き当てた。どっちだよ絶対寒いよな。いいよ、もう熱に帯びてる。あ、熱に帯びてる、うん、ちょっと下げよ。じゃあちょっとクーくんから紹介してあげて、歌う曲。まあ、かまってちゃんに俺の中で本当に大好きな曲を1曲歌わせてください。夕暮れメモライザー。やっぱそうじゃん、やっぱそうじゃん。あ、歌詞こっちで見れる。ちょっと俺、じゃあ俺これちょっとまた俺こっちで出すわ、コメント。やっぱそうじゃん。まあそりゃそうっすよ。メモライザーだ、その夕暮れメモライザーっていう、あ、そう、夕暮れメモライザーっていう曲がねあるんですけども、それをちょっとクーくんがねさっきも言ったように全ての感情を込めて歌います、ね、今そうそう、闇金で借金いっぱいした時とかにね過去に救われたってその時聞いてって言ってたじゃん。そうだよ、ボイチュンなしボイチュンなしボイチュンなしで、ああだからそんぐらいだからありがとうございます。いやいや本当にありがとうございます本当に本当にですよ。いやいやマジでそうそう、サラ金からそうそうサラ金でも闇金でももう今回僕はちょっとギター弾きつつ歌うって感じ、はい、ちょっと待ってちなみに今更なんだけど、僕は自分の歌詞を全く覚えられない人間で、ね、歌詞見ないと分かんないから、まあちょっとまあなんとかします。なんとかしましょう。なんとかいける。なんとかいける。クー君がまだちゃんと歌ってくれたら、俺それには口見て、俺の口見ながら独身術でちょっと合わせる、はい、俺の口を見ていただけます。そうそうそう、うん、今更って言う。今更って何？俺いつもだってカンペ見て歌ってんだろお前今更もクソもねえだろおめえら別に知ってんだろその俺が別にライブ中ずっとカンペ見てんだよ今更もクソもねえだろ。逆にこっちのセリフだ今更かみたいな。そうそうそう、これ俺のセリフだ。今お前らが今更かよ知っとんだろいやーちょっとやべえな。ちょっと待って、ちょっと俺も練習させて。どうぞ。アコギでね、僕ねこの曲ね、なんかいつもファンが歌って、そう俺歌ってないからね。そうだから僕これ音アコギでやったことってそんな多分なくて、しかも地声でいつもなんかボイチェンみたいなそうそうやってるから、だからちょっとなかなか一生エロビデオそう一生エロビデオばっかっていうの歌詞見なかったら、うん、ギター音でかいですね。それさっきもそうだった。さっきもそうだった。俺の弾き方が悪い。さっきもそうだったってこと。あ、オッケーオッケー。じゃあさっきも座ったんだ。マジか。今更音割れしてる。あ、ちょっとじゃあちょっと下げるわ。これはどう？あ、いい感じになった。うわー、それもうさっき気づいてくれたな。まあいいや。コンデンサーマイクエレアコ。そうエレアコで、このコンデンサーマイクもレコーディングだと思って歌おう。レコーディングだと思って、はい、うん、そのコンデンサーマイク本当にちょっといろいろ錆びてたり、うん、なんかいろんな菌ついてるから。いや気にしません、うん、コーナーとかには絶対かかんないから、そこは大丈夫。DNA を吸い取ります、はいはい、じゃあちょっとさ、最初のワンツーワンツースリーフォーしたらでいこうか。オッケーです。オッケー。いけます。はい。じゃあもうこれでこれだけ合わせらもういけもう余裕。じゃあちょっとね、じゃあくーくんとねのこくんでちょっと夕暮れメモライザー、ちょっとしせかまっちゃんの夕暮れメモライザーちょっとやります。この団地の夏でいや本当歌わせてください。ありがてえマジで。本当に。いややらっとね、ちょっと俺も。やっぱ本当にやっぱドキドキする。ドキドキするこれ本当に。俺のがドキドキするわ。俺のがドキドキするわ。緊張するぞこれ。じゃあ行きます。じゃあ行きますね。やります。行きましょう。ワンツーワンツースリーフォー。なくしたら少し寂しいかなって思ってた。そして僕はなくした夕暮れが少し切ないから外に出たよ。コンビニ行っただけです。ちょっと待ってよ、みんながもういない。僕のスタートランがない。落ちてる暇もない。4月のスタートは諦めなよ。それでも僕少し寂しいからやってみるよ。ここからさ動けないよ。みんなはスタートして夕暮れる季節です。川辺の猫なんか切ないから見習うんだいつも夕暮れメモ So fuck you. 地球儀をサッカーボールにして蹴飛ばす僕の気持ちごと今夕暮れが少し優しいのは僕のせいだ甘えてばかりなんですそうですホットコーヒーを飲んでるモードで川でポッケンとしてる波を見てるわけじゃない4月のスタートは諦めないよ黙れマジで少し寂しいからやってみるよここからさ動けないよ見つけ出すスタートでエロビデオ見てるだけ川辺の猫なんか切ないから見習うんだいつも夕暮れメモライザー Oh oh yeah 僕はハイテンションな時叫んだよ So oh no 鏡見ると顔が死んでたよ夕暮れメモライザー読み込む少年の空は別の世界だな諦めない嫌な言葉だ少し寂しいからやってみるよここからさ動いてもだまともなスタートラインが見つからないんだことはなんか切ないからエロビデオ見せてくれ夕暮れの空が綺麗だ諦めないよ僕はきっともっと寂しい部分が何してもいるよ川辺の猫やっと心があった諦めてもいいんだよ少し優しいんだよこの時間が僕には夕暮れメモライザー春の風がそよぐ僕はコンビニコーヒーキツネカップドルいやありがとねいやいやこれはうわーいい本当にいいこれはちょっと嬉しいわいや最高、うん、いやーやばいこれは嬉しい本人の前で歌えたのはやばいいやいや全然ほんまにいやよかったね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 あお茶僕とかやれたねよかったよかったああちょっと俺告知もよかったよかった夕暮れメモライザーよかったよかったよかったすごくよ奇跡のコラボいやマジでうわうんさすがに泣く本人の10倍ぐらい丁寧に歌うね本人の10倍ぐらいそりゃもう本家のまあ10倍ってお前ふざけんなよよ30倍だよ30倍あお前ありがとうございます歌詞が聞きやすいわねでも結構このバージョンでだからさやったのさ僕自身もあんまりないし当然こんなデュエットなんて初めてだしねなんか多分確か初めてだった気するけどこういうアコギバージョンで地声でうん珍しい珍しいうんいや本当にいや最近こういうコラボだから今だよ今もうないってか最近ないよお茶ばかりさよかった表情がエモすぎだってうんいや嬉しいなちょっといや本当にもうお茶ばっかマジでよいい、もうとろける夕暮れだったわ。初めてね、これからの夕暮れはすごいよかった。救われるな俺。これからの夕暮れは救われる。うんということ、夕暮れ見た瞬間に。そうですよ。あ、そうなんだ。今までトラウマでしかなかった。トラウマでしか。あ、そうなんだ。次はなる闇金とかいろいろね。月一でクーくんと配信。あ、じゃあ家行くわ。行こう。家勝手に行きます。勝手に行きます。団地に行きます。お茶ばくアナさん。いやいや、月一で。月一で。まあ月一でやれば、まあ月一でこういうことできるからね。そうそうそう。いや新鮮だよ、だから僕も。はい、ちょっとね、じゃあちょっともうこれね、ロックンロールのあれまで流して、ちょっともうそろそろお会いしましょう。時間も早いな。早いよ、だから配信すると早いでしょ。早い。結構一瞬でしょ。マジで一瞬。そうそうなんだよ。毎回そうなの配信って。そう。なんだかんだだって3時間で。そっか、もう3時間してんのか。そう。早いっしょ。いやもう、俺ほんと5分ぐらいの。5分、そう、でも本当に、配信と一緒なんて。あ、電車大丈夫。ありがとうございます。電車で帰る。うん、クーくんは。静止薬あります。はい。今日は終わる。いや、電車。止まります。うん、止まってってよってないお前勝手なこと言うな、バカ野郎、お前。な、アパホテルとかなんか余裕で。勝手なこと言うな、お前。これ。のこさん、ピックあげて。あ、ピックも確かにあげるわ。ピック、これ俺のね、俺の、これ、僕のね、ハンドメイドピック。自分で家で作った。いただけないですか？うん。家でこれ、小麦粉ねって言った。あ、なんつうの？これはちょっと、小麦粉？うん、小麦粉。ちょっとこれちょっと新しめだから、ちょっとボロボロなんでね。もうちょっとボロボロの方がさ、やっぱさ、使いこなしてるから、僕。じゃあ、そっちの方がいいよ。あ、これどっちもボロボロだ。あ、ボロボロだから。じゃあ、これ赤と青。いや、けどこれマジで、売ってないやつだからね。ええ、マジか。そう、売ってないやつだから。非常食にもなるって書いてるんですよ。非常食にもなりますね。あの、小麦粉って嘘だからね。食べないね。食べないね。あ、嘘。うん、そう。いただきました。ありがとうございます。いやいや、あとはあ、そうだ、メガネちょっと持ってきてる。メガネ。あ、もらったぜ。ちょっと待って。俺も2位からだから、クーくんからちょっともらったぜ。いいね、グッズ。ちょっといろいろ。みんな通り投げて。それ何？これジップパーカー。ジップパーカー。そう、バッグもこれ。あ、これもいただきます。これは最近だった。シャツ。半袖のシャツ。あとはこれか。あ、それもそうですね。ちょっとして。あ、これは頭から被るやつ。被ってそうっす。これでライブして。レインコート。あ、レインコートです。これなんかある。これステッカー。あ、これかっこいいの、これもね。で、これも帽子。僕は帽子なんでも似合う。あ、帽子。いいね。ああ、けど、これでもう死ぬまでこれ被ってこう。被ってくるんですよ。死ぬまで。ライブです。やったー。死ぬまで被ってこう。ライブです。被ってこう。ちょっとじゃあメガネを持ってくそには可愛い。僕も申しなんでる。いや、でもに、結構かまってちゃん、うちのリスナーでもね、うちのファンでもやっぱにね、初めてね、知った人、ボロボロのかまって T シャツあげない。おめえ、おい。俺だって大切にしてなんでボロボロとか血祭りになったやつとか。血祭り、あ、それ言ったら。血みどろの、やだよ、俺思い出なんだから。かまグッズあげれば、今いらないのあるけどさ、別にそれでもいらないのあるから別にいいんだけど、それ別に欲しい？え、まあなんか、勝手にどっかのやつ持って帰るんだよ。いや、やめろよ、お前。それだったらお前ちゃんとあげるわ。それ阻止するためにあげるわ。あ、そっか。むしろ。ありがとうございます。うん。じゃあちょっと、俺、持ってくるわ。ありがとうございます。いやいや、でも全然の、なんか、嬉しい。もう何でも嬉しいですよ。何でも嬉しい。いや、でも俺も思い出のあるから。あ、そっか。そう、まずね、メガネ。先生に来ました。おー。これいただけるんですか？いや、これマジで本当に激レアだからね。これマジでさ、売ってないからな。お前なんかパクったらお前さっきふざけんな。マジで、これマジふざけんな、お前これ。絶対ダメだ。俺の大切なお前、お宝なんだから。いや、何にもです。これとこれじゃキーホルダーをちょっとね、あげるよ。ありがとうございます。まあこれもね、僕ちょっと思い出として取っときたかったんだけど。そう。うん。いや。ちょっと盗んでないよね。もう本当にお前、玄関であれ、身体検査さ、アナルまで。大丈夫だよな。大丈夫。いやけど、これ本当に、これだってこれ絶対激レアだもんね。あんまりもう売ってないもんね。うん。いいよ。むしろそこは全然クー君だから。うん。ライブでマジで。それマジで嬉しい。今売ってないよね。そう、メルカリとかです。メルカリでみんな買ったりしてる。あ、そうなんですよ。メルカリとかでも2万円とかです。そうそう。5000円くらいとか2万円とかする。そうだよ。ライターパクってふざけんのマジか。ライターねえじゃねえか、俺の。絶対ないよ。ない。ライターないよ。違う、なんか入れてんだろ、お前、なんかに。俺これ、通帳なんで通帳入ってんの？ちょっと待って、見せんの。なんで通帳って大丈夫？なんで通帳入ってんのお前の。なんでお前の通帳入ってんの？びっくりした。これはいいけど。これよくね。よくねえけど、びっくりした。これ、なんで通帳ポケットに入ってんの？なんでポケットに通帳入ってんの？これないと、お金引き下ろせないですよ。いや、そりゃそうだけど。びっくりした。ごめんね、なんか。マジで俺のかだった。通帳出てきてびっくりしちゃった。まさかの。のこさんの通帳盗んだらもう捕まえる。当たり目だけど捕まえてる。いや、でも全然、なんで通帳持ち歩いてんだよ。これないと俺の、資金が。うん。まあ、でもちょっとね、今日はありがとうございます。皆さんもね。いや、クー君もありがとう。わざわざちょっと、東京から来てくれて。はい。超楽しかった。楽しかったね。あっという間すぎて。いや、でも楽しかったね。本当にいろいろ。うん、そう。何？うん、ありがとうございます。あ、最高でした。また機会があるときにね。そう。今日、ニーの曲、そう、いろいろ聞いてみて。そう。あとライブとかもさ、ね。そう。はい、帰ります。はい。また来て、ありがとう。はい、今日はよくね、そうです。またコラボ配信。いや、楽しかったよ、僕もね。本当に楽しかった。うん。あっという間すぎて。あと5時間は。5時間できる。わかる。なんかやっぱそういうの、時間過ぎるの早いからね。うん。見に行きます。アーカイブ、はい。じゃあ皆さんありがとうございます。またね、今日対バンとかも本当にね、絶対またね、どっかいつかあると思うから。いや、もう俺からよろしくお願いします。こちらこそです。本当に。俺からよろしくお願いします。またニーと対バンしたいしさ。二人ともあやさんとあるとね、配信さ、はい。めちゃばかやさんさ、はい。また対バン、はい。ニーの他の曲も、はい、聴いてみてください。はい。かまってちゃって。いや、ありがとうございます。本日の招待。はい。いや、マジかっけえ曲いっぱいあるからね、に、彼女がやった時に。はい。また対バンしてね。いや、ほんとそう。スクショ上げていいですか？あ、スクショって俺ら配信終わった後に、スクショ上げるっていうのは、なんかリプとかで、これ配信のスクショみたいなものを、なんか、リプでこうやって送ってきてくれるんだけど、それが OK かとか。あ、全然 OK です。あ、ね、全然 OK だそうです。配信、他の SNS、何が？他の SNS 上げてもいいんですかって、何が？あ、だから YouTube とかってことでしょ？全然一緒。全然。録画も一緒。うん、全然そんなもん。全然何もっていう。それはもうちょっと初めからそういう感じなんで。そうです。うん、僕は確認取ってなかったんだけど、そう、最初配信始まった瞬間に、おめえの事務所大丈夫ってさ、今更かよって感じだったんだけど、まあそこは、クー君が大丈夫ってことですね。まあ、うん、だから、そう、よかった、ありがとうございます。はい、まあ、全然大丈夫。じゃあ、あとね、とりあえず、はい。いやー、じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。じゃあ僕もまたツイキャスやります。はい。はい。そうそう。またちょっとね、やりますツイキャス。いつか。ありがとうございました。また遊びに行く。はい。お疲れさん。お疲れさん。はい。クックも改めてあと。いや、こちらこそ楽しかった。めっちゃ楽しかった。そう、フリーキャスまたやる。お茶ばかりと。うん。じゃあね、また、バイバイ。では、アディオス、お茶ばかりと。お茶ばかりと。はい、バイバーイ。